嫁が美人じゃないのは仕方ないことだけど、でもせめて俺に似た美人の娘が欲しかったのに、うちの嫁は自分に似た地味な息子しか産まなかった。本当に残念だよ。カズマはやはり私のことを冴えない女だと見下していたのか。それにしても電話の相手は一体誰なのだろう。私はそのまま寝室のドアにそっと耳を当てて話を聞き続けた。そういや、この前言った男性用のエステティックサロンは良かったよ。俺は年を取っても身だしなみには気をつけていたいからな。カズマが男性用のエステティックサロンに行っている？そんなの今まで聞いたこともない。その話を聞いて以来、カズマとの間に重たい空気を感じ始めていた私。そんな時に私が目にしたのは、カズマの欄が記入済みの離婚届だった。カズマが許せない。そう思った時、私を救ってくれたのは純也だった。純也は、これ以上我慢しないで離婚届を提出した方がいいと言ってくれる。そうね。父さんだって母さんとは別れたいって思っているようだし。だから、お望み通り提出するか。そう来なくっちゃ。それから私は純也と共に、カズマへの復讐を開始したのであった。私の名前は、深川亜希、35歳の主婦だ。子供の頃から見た目に自信がなかった私は、いつも目立たないようにしていた。学生時代は特に、クラスでも顔が整った綺麗な女の子のことを、羨ましいと思い、劣等感を抱くこともあった。だが、私は両親から、人を思いやる心を大切にするよう教えられていた。だから、仲のいい友達からは優しいといつも慕われる方だったと思う。そんな私も社会人になると見た目に対する劣等感を忘れ、周りの人に対する気配りを心がけるようにしていた。特に会社の飲み会などでは率先しておしゃく係に回ったり、慣れない新入社員にはさりげなく声をかけたり、とにかく自分のことよりも周りの人を大切にする気持ちをモットーにしていた。そんな私をさりげなく見ていたのが今の夫であるカズマ。カズマは会社では私より1年先輩で営業部にいた。私とは似ても似つかないような整った顔立ちの男性だ。部署が違うために日頃はあまり顔を合わせることがなかったのだが、飲み会に参加するたびに私のことを気にかけてくれていたそうだ。アキさんって本当によく周りの人に気を使ってくれていますよね。俺ずっと気になっていたんです。あ、いえ、私はただじっとしてられない性格で、周りを見ていたらついお世話したくなっちゃうだけなんですよ。そんな、よほどよく気が利く人じゃなければなかなかできないことですよ。本当に尊敬しますよ。かっこよくて女性社員からモテるカズマに褒められて、私は有頂天になっていた。それから話が弾み、私はカズマと自然に心が通う仲となっていったのだ。そして1年の交際を経て、私はカズマと結婚。翌年には息子の純也が生まれ、家族3人幸せに暮らしていた。ところが、そんな幸せな日々に亀裂が入り始めたのは、結婚して10年くらいの頃からだった。それまではあまり出張に行くことがなかったカズマ。しかし、その頃からカズマにはやたらと出張が多くなった。今日も3日間の出張があると聞いた私は、カズマに尋ねてみた。ねえ、あなた最近随分と出張が多くなったわね。今までそんなことなかったのに、どうしてなの？え？そりゃ、今までは純也がまだ小さかったから、上司も気を使ってくれていたんだ。なんせ、うちの会社は育児に理解があるからな。
でも、もう純也も小学3年生だろう。下に弟や妹もいないし。だから、そろそろ何かと仕事を任されるようになったんだよ。へえ、そうなんだ。私は、今のカズマの話に不信感を抱いて、そう答えた。私も結婚するまでは同じ会社で働いていたが、育児に理解があるなんて聞いたこともない。それよりも、私に何の相談もなく、自分で勝手に決めて、仕事量を増やしたカズマの行動にも納得がいかなかった。その気持ちが伝わってしまったのか、カズマも不満げにこう言い返した。なんだよ。秋だって、そろそろ子育てが落ち着いてきたんだから、社会復帰でも考えたらどうなんだ。お前は、よく動くだけが取り柄の女なんだから。よく動くだけってどういう意味よ。いや、別に深い意味はないけど。カズマはそう言ってごまかしたが、私にはどうしても引っかかる物言いだった。確かにカズマは男前だが、私は見るからにパッとしない女だ。それを分かっているだけになんだか腹が立ってくる。もしかしたらカズマは心の中では私のことを見下しているのかもしれない。だからこそ、そんな気持ちが何気なく口から出てしまったのではないだろうか。私は見た目が冴えないから、せめて働きにでも出ない限り、カズマにとって存在価値のない嫁という意味に聞こえたのは確かだ。働くことは決して嫌いではない。とはいえ、カズマの言葉に対して素直に言うことを聞くのも、なんだか尺に触る。とにかく今はそんなに家計が苦しいわけじゃないから、仕事を探すのは純也がもう少し大きくなってからにするわ。あっそう、じゃあ勝手にするわ。私が意固地になったせいか、カズマも冷たい態度で言い返し、そっぽを向いてしまった。私もこれ以上言い争いはよそうと思い、何も言い返さなかった。それからというもの、夫婦で会話すらない生活が始まった。カズマはただ給料を稼いでくじるだけの人。なんだかカズマの稼ぎだけで生活させてもらうのも嫌気がさしてきて、純也が中学の頃に私はパートを始めた。ところが今度はパートを始めた私に対してカズマはこのように言う。お、秋もとうとうパートのおばさんか。お前にぴったりじゃん。おばさんって何よ。そんな言い方しなくていいでしょ。まったく、たまに何か話しかけてくるとしてもろくなことを言ってこない。もうすぐ40歳になるとしてもまだおばさんと呼ばれる年齢ではないというのに。こんなカズマには極力関わりたくないと思った私は、さっさと家事を済ませるとすぐ風呂に入った。そして風呂から上がり、寝室へ入ろうとした。その時だった。寝室からカズマの声が聞こえてくる。どうやら誰かと電話で話をしているようだ。私は話の内容まで聞くつもりはなかった。しかしつい耳に入ってしまったその内容に、私は愕然とした。嫁が美人じゃないのは仕方ないことだけど、でもせめて俺に似た美人の子が欲しかったのに、うちの嫁と来たら自分に似た地味な息子しか産まなかった。本当に残念だよ。カズマはやはり私のことを冴えない女だと見下していたのか。それにしても電話の相手は一体誰なのだろう。私はそのまま寝室のドアにそっと耳を当てて話を聞き続けた。そういえば、この前行った男性用のエステティックサロンは良かったよ。俺は年を取っても身だしなみには気をつけていたいからな。え？かっこいいってそんな照れくさいこと言うなよ。カズマが男性用のエステティックサロンに行っている？そんなの今まで聞いたこともない。なぜ私に黙っていたのだろう。エステティックサロンならだいぶお金もかかっているはずなのに。そのお金は一体どこから出ているのか
気になって仕方ない。だが、私はとりあえず聞かなかったふりをするために、カズマが電話を終えて、少し時間を置いてから何事もなかったかのように寝室へ入っていった。カズマも電話をしていたことがバレないように、布団の中で寝たふりをしている。なんだか空気が重い。そう思いながらも、私は無言で布団に入った。布団の中で横になると、思わず涙が出てくる。私がカズマに比べて見劣りするのは、十分わかっている。それでも、カズマにどう思われているのかを知ってしまうと、悔しくてたまらない。私は、泣いていることをカズマに悟られないように、声を出さないようにした。そして翌朝、カズマが出勤前にこう言った。今日から3日間出張だから、帰りは明後日の夜遅くになる。そう言いながら、カズマはそそくさと家を出て行った。ちなみに今日は金曜日だから、帰りは日曜の夜遅くということだ。本当に出張なのか疑いたくもなる。しかし、ちょうどいいタイミングだとも思った。カズマがいない間に、私はあることを調べようと思っていたからだ。そして、3日後に帰ってきたカズマを意識して見てみると、少しだけ変わっていることに気づいた。どことなく、肌がツヤツヤになっている。なるほど、そういうわけか。私は、カズマがいない間に調べた結果、あることに気づいていたのだ。自分の秘密に気づかれたことも知らないカズマは、また出張の予定を言い出した。次は、来月の20日から1週間、海外に出張することになったから。ええ、わかったわ。私は、何も気づかないふりをして、そう答えた。今度は、かなり時間がかかりそうな施術でもするのだろうか。それとも何か他の用事で1週間も家を空けるのかもしれない。そう思った時に、ふとカズマが電話で話していた相手のことを思い出した。確かエステティックサロンに行くカズマにかっこいいと言っていたようだ。もしかするとその相手というのは。そしてカズマが海外出張に行く日がやってきた。カズマの持ち物からすると、確かに海外へ行くことは間違いないようだ。ちゃんとパスポートも用意されている。服装も会社に行く時のスーツ姿で、遊びに行くような雰囲気も感じられない。本当に出張かもしれないが、それは帰ってきてから確かめればいいこと。私は、幾分機嫌の良さそうな顔で出かけるカズマを、玄関まで見送った。さあ、これからカズマが帰ってくるまでにやらなければならないことがある。私はカズマのデスクトップパソコンを開いた。完璧主義なカズマの割には家のパソコンにはロックもかけていない。外に持っていかないので安心しているのだろうか。とにかく私にとってはありがたいものだ。1週間後、カズマが帰ってきた。ああ、本当に疲れたよ。夕飯は済ませてきたから、もう寝るよ。カズマはそう言ったかと思うと、すぐに寝室へ入り、グーグーといびきをかきながら眠ってしまった。カバンも玄関に置いたままだったので、片付けようと中身を開けてみた。着替えなどが無造作に詰め込まれている。身なりはきれいに整えているカズマも、身の回りの整理整頓などはすべて私任せだ。これは片付けが大変そうね。私はため息をつきながら、カバンの中身を取り出した。すると、一番奥から一枚の紙が出てきた。開いてみると、それはなんと離婚届だった。しかも、カズマの方はすでに記入済み。やはりカズマは、自分よりもずっと見劣りする私に愛想を尽かしていたのだろう。とりあえず、この離婚届はカズマにバレないようもらっておくことにした。私も、もう上辺だけの夫婦生活には嫌気がさしていたところだった。それに、パソコンで何かと確認した結果、カズマが私に
かなりの嘘をついていたことも分かっていたのだ。実は私がカズマのパソコンで確認していたのはクレジットカードの履歴だった。幸いにもクレジットカードは一応夫婦で共有していたので、私は使わないが、いざという時のために ID やパスワードを教えてもらっていた。私個人のクレジットカードを持たせてもらえなかったのは不服だったが、まさかこんな時に夫婦で共有していたことが役に立つとは思わなかった。ちなみに支払いのほとんどがエステティックサロンのもの。しかもそれを利用した日が出張に行く日と毎回重なっている。今回の海外出張でも何やら妙な支払いが多い。中には数十万円単位の支払いもあり、それには聞いたこともないブランド名が記載されていた。これだけ隠し事をされていたのだから、カズマを許すわけにはいかない。その日の夜、カズマのパソコンの画面からあるものをプリントアウトした。そこに起きてきた純也が私に声をかけてきた。母さん、何やってるの？プリンターの音で目が覚めちゃったよ。あ、ごめんなさいね、純也。私は謝りながらも慌ててプリントした紙を隠そうとしたが間に合わなかった。純也はその紙を持ち上げ絶句するような表情を浮かべている。なんだよこれ。メンズエステティックサロンってすっげえ金かかってるじゃん。これって父さんが使ったのか？私はまだ中学生の息子にとんでもないものを見せてしまったと後悔した。ごめんね、変なものを見せてしまって。でも大丈夫だから心配しないで。大丈夫じゃないだろう。母さんはパートに出ながら毎日やりくりしてるっていうのに、父さんのやつ一体何考えているんだよ。純也は思いのほか私のことを心配してくれていた。子供だと思っていた純也もいつの間にかこんなにもしっかりしていたのだ。私は純也にカズマが嘘の出張をしてエステティックサロンに通っていたことや先ほどの離婚届についても話した。だからね、お父さんにお仕置きをしてやろうと思ってクレジットカード決済の履歴をスクリーンショットしてお父さんに突きつけてやろうと思ったの。それじゃあ物足りないよ。俺にもっといい考えがあるから任せて。そう言うと純也はプリントアウトした紙をどのようにするか提案してくれた。それとさ、母さんはもう我慢することないと思う。俺なら母さんについていくからすぐにその離婚届を出しに行こうよ。純也がそこまで私を気遣ってそう言ってくれたので私も決心がついた。そうね、父さんだって母さんとは別れたいって思っているようだし、だからお望み通り提出するか。そうこなくっちゃ。私と純也はカズマが寝ているうちに荷物をまとめて家を出た。そして役所が開くと同時に離婚届を提出し私の実家に戻った。純也は冬休み中だったのでしばらくはゆっくりと過ごせそうだ。むしろ一人で家に残されているカズマの方が困っているかもしれない。まあ放っておいてもいい話だが、カズマは朝一人で起きられないことが多いのだ。どうせ今朝も起きた時に家に誰もいないから驚いているだろう。それに家の中は今とんでもないことになっているのだから。そう思っていると案の定カズマから鬼のような声で電話がかかってきた。おい、お前たち今どこにいるんだ？それにこれは一体何なんだよ。家中にクレジットの履歴をプリントした紙ベタベタと貼り上がって、おまけにエステの領収書まで。こんなものどこから見つけ出したんだよ。そう、私は自分の荷物を整理している間にカズマが隠していたエステティックサロンの領収書を見つけたのだった。だからそれも一緒にコピーして貼り付けておいたというわけだ。もちろんこれは純也が提案してくれたものだった。そんなことよりあなた会社は？もう仕事が始まってる時間でしょ。あ、そうだった。この野郎急にいなくなるから遅刻しちゃったじゃないか。
どうしてくれるんだよ。今日は仕事納めなんだぞ。そんなことは知りません。だって私はもうあなたの妻じゃないんですから。は？カズマはどうやら離婚届がなくなっていることにはまだ気づいていないようだ。何を寝ぼけたことを言ってるんだよ。お前が俺の妻じゃないなんて。あら、あなたまだ気づいてないの？カバンの中に入れてあった記入済みの離婚届。私がそれだけを言うと、カズマはバタバタと慌て始めたようだ。そして電話越しにカバンを開ける音が聞こえる。お前、もしかしてあの離婚届？ええ、お望み通りに出してきてあげたわよ。私みたいな見た目の妻じゃ物足りないから別れたいと思っていたんでしょ。あなたにそっくりの美人な女の子も産んであげられないんだし。俺はそんなことは一言も言ってないぞ。私に直接言わなくても誰かに電話でそう言っていたじゃない。私がそう言い返すと、カズマは一瞬言葉を失ってしまった。あれを聞いていたのか。そうよ。それでエステティックサロンに通っているって話も聞いたのよ。また随分と前から通っていたみたいじゃないの。領収書の中には10年前のものまで出てきたわよ。だからあれはお前のためにいつまでもいい男でいたいと思ったんだ。カズマは慌てて苦しい言い訳をした。私のためだなんてもちろん嘘に決まっている。あら？私のためだって言うのなら自分が行くんじゃなくて私をエステに行かせてくれるはずじゃないのかしら。なんせあなたよりずっと見劣りするんだもん。これ以上二人に差がついたらどうするの？いや、だからその。カズマはまた何か言い訳を考えているようだ。あなた、とにかくパソコンにロックもかけてなかったのが甘かったようね。私が見たのはクレジットの履歴だけじゃないわよ。 SNS のエリカちゃん。あ！カズマは私の一言に驚いて大声を上げた。エリカというのはカズマが SNS 上でメッセージのやり取りをしている女性だ。あの時の電話も相手はエリカだったようだ。彼女はまだ20代半ばのようね。そんな若い女の子にモテるために自分磨きをしていたんでしょ。それでエステ通いなんて、まあお盛んなこと。私が茶化すように言うと、カズマは完全に言葉を失ってしまった。何も言い返してこないカズマに私は SNS で見た書き込みの内容についても話した。私、エリカちゃんのアカウントを見たけど、20日からの1週間あなたとの楽しそうな海外旅行の思い出がびっしり詰まっていたわね。旅の途中であなたに妻とは別れるなんて言われて、記入済みの離婚届まで見せてもらったなんて書いてあったわ。そう、海外出張だと偽っていた間、カズマはエリカと旅行に行っていたのだった。あの離婚届もエリカに見せるためのものだったようだ。そこまでバレてしまうとカズマはグーの音も出なくなってしまった。あの俺が悪かった。まあとにかく今日はもう会社に行かなきゃダメでしょ。ああ、そうだった。カズマは思い出したかのように慌てて電話を切った。さて、会社に行ったところでどうなることやら。私がただ家の中でお仕置きをするためだけにあんなにもカズマの散財や浮気の証拠を残すはずがない。後になってカズマは痛い目を見ることだろう。私はとりあえずこれからの生活基盤を整えていかなければならない。まずは純也の学校に住所が変わったことを伝えよう。今のパート先の勤務時間を増やしてもらおうと思う。そんなこんなでバタバタするために今後かかってくるカズマからの電話は無視することにした。それからしばらくして、カズマから何度も着信が入ってきた。なんで電話をかけてきたのか、おおよその理由はわかっている。とにかく、私にはもう関係のないことなので、電話には一切出なかった。純也の養育費や浮気の慰謝料については、弁護士を通してあるので、私は直接関わる必要もないからだ。
ところが、しばらくすると、カズマが実家まで押しかけてきたのだ。両親は留守で、純也は部活の練習に行っている。私が一人でいるのをいいことに、カズマは恐ろしい形相で睨みながら、怒鳴りつけてきた。アキ、なんで電話を無視するんだよ。だって、もうあなたに話すことは何もないんだから。お前にはなくても、俺にはあるんだよ。お前、クレジット決済の履歴とエステの領収書のコピーを会社に送っただろ。ああ、そのこと？それはエステに行った日が毎回のように出張日と重なっていたから本当に出張だったのか確認したかっただけよ。出張先でこんなにお金がかかっていたんだから経費として落ちないかと思って、それも聞いてみようと思ってね。バカ、そんなもん経費で落ちるわけないだろ。そうよね。出張だったこと自体嘘だったんだから。私の一言にカズマは、あっと声を上げた。カズマは、エステティックサロンに行く日からの3日間、出張だと偽ってエリカの家に泊まっていたのだ。特に、フェイシャルエステをした時には、私にバレないようにすることはもちろん、エリカには、綺麗になったと褒めてもらいたかったようだ。メッセージのやり取りには、そのようなことも綴られていた。私はメッセージのそんなやり取りまで細かくチェックしていたのだ。ちなみにメッセージのページもスクリーンショットで保存してプリントアウトもしている。もちろんそれが劣気とした浮気の証拠になるからだ。とにかくエリカとの浮気の証拠は掴んでいるんだから、近いうちに弁護士があなたのところに行くと思うわ。そしたら浮気の慰謝料と純也の養育費はちゃんと払ってちょうだいね。そんな金払えるわけないだろう。お前が余計なことをしたから会社クビになったんだぞ。それにはさすがに私も驚いた。え？どうして？私には嘘をついていたけど、会社には何も迷惑をかけるようなことはしてないでしょ。いや、そのエステとか海外旅行とかに使った金、実は会社の金だったんだ。バレないようにしてたんだけど、クレジットで使った金額で気づかれてしまったんだよ。どうやらカズマは外回りで交通費や食事代などに使ったと嘘をついて、必要経費として会社に出してもらっていたようだ。だから私が会社に経費として落としてもらえるのか聞いた時にバレたのだろう。さすがに外回りの度にエステティックサロンに行っていたことがバレたら、ただでは済まされないはずだ。ちなみに海外旅行中に購入したブランド物についても上司に問い詰められて浮気をしていたことまでバレたという。とにかく会社をクビになったのはあなた自身の問題なんだから、私のせいにしないでちょうだい。うるさい。お前さえ余計なことをしなければこんなことにはならなかったんだ。会社のことはもうどうにもならないけど、離婚届を出したのは秋の早とちりだ。だから離婚は撤回してお前とは復縁させてもらうぞ。カズマは自分が浮気をしておいて私との復縁を要求してきた。どうしてよ。あなたにはエリカがいるでしょ。私がそう聞くと、カズマは急に暗い顔になってこう言った。エリカは俺とはただの遊びだったみたいなんだ。海外でやたらと高いブランド物ばかり買わされると思ったら、最近になってやっぱり俺とは付き合いないなんて言い出して。へえ、そうなんだ。散々貢がされた挙句に捨てられたってわけね。私はそう答えながら思わず鼻で笑ってしまった。カズマはただ若い女性に貢がされるだけのおじさんに過ぎなかったのだ。笑うなよ。俺は本気でショックを受けたんだぞ。エリカは俺のことをずっとかっこいいって言ってくれていたのに、別れた後すぐ電話やメールはブロックされちゃったし、いつの間にか SNS もブロックされていたんだ。確かに SNS をブロックされたのは私もチェック済みだった。なぜかというと、エリカにそうさせたのは他でもない私だったからだ。実は家を出ていく前夜、カズマが寝ている間に SNS のメッセージで私からエリカにこう送信したのである。カズマの妻です。
夫と別れてくれなければ、弁護士を立ててあなたに慰謝料を請求します。すると、エリカは怖くなったのか、何も返信することもなく、カズマのアカウントをブロックしてしまった。私はすぐにそのメッセージを削除したので、カズマには気づかれていない。そんなことを知らないカズマは、少しだけ涙を浮かべて、すがるような目で言った。とにかく俺は、仕事も好きな人もすべて失ったんだ。離婚したからと言ったって、もう慰謝料も養育費も払えない。だから頼むから復縁して、これからも一緒にいてくれよ。カズマはついに土下座までしてきた。とは言っても、私には復縁をするつもりなんかない。そこに、ちょうど部活を終えた純也が帰ってきてくれた。もう私だけではどう対応していいのかわからないところだったので、心強い味方の登場にほっとするばかり。純也は鋭い目つきでカズマの方を見ていた。あんた、一体何をしに来たんだよ。おお、純也、久しぶりだな。また少し大きくなったんじゃないか。カズマは自分を受け入れてもらおうと純也に愛想を振りまいている。だが、純也はそんなおだてには乗らず、さらに険しい表情で怒鳴り返した。黙れ。ここはお前なんかが来るところじゃない。母さんは今、必死で働いて俺を養ってくれようとしているし、俺も部活をしながら、来年に向けて受験勉強を今から始めている。みんな一生懸命に生きているんだよ。だから、お前みたいに贅沢してチャラチャラと遊んでばかりいるような奴には用はないんだ。お前、親に向かってなんてことを言うんだ。俺はお前たちを養ってきた一家の大黒柱だったんだぞ。贅沢してチャラチャラ遊ぶとはなんだ。家族のために働くのにそれくらいの息抜きは必要だったんだ。お前だって大人になればわかる。浮気が息抜きだって言うのかよ。それが家族を養う男のすることか。だったら俺はそんな大人になりたくないんだよ。分かったらさっさと失せろ。純也はそう叫びながら、カズマの胸ぐらをつかんだ。もう自分よりも身長が高くなった息子の純也に、カズマはなすすべもないようだ。ひーた、助けてくれ、俺が悪かった。そんな悲鳴を上げながらカズマは、驚きのあまり完全にひるんでしまった。純也がズバッと言ってくれたおかげで、私も気が大きくなり、カズマに言い放ってやった。そうよ、あなたは子育てにも関与していなかったから気づかなかったかもしれないけど、純也はあなたが思っている以上に立派に育ってるわ。だからもうあなたなんか必要ない。仕事を失った？それじゃあ職探しでもして一人で生きていきなさいよ。私は言いたいことが言えて胸がすっきりした。カズマはボロボロと涙を流し始めたが、そんなことで同情なんかはしない。結局諦めたカズマは背中を丸めたまま落胆した表情でその場を後にした。私は微笑みを浮かべながら純也の方を見た。純也、ありがとうね。母さんを守ってくれて。いいんだよ、俺たち親子なんだから。これからも母さんが困っていたらいつでも俺が助けるよ。私は本当にいい息子に恵まれたと思う。シングルマザーにはなってしまったけれど、純也がいてくれたら強く生きていける。そう思わずにはいられなかったのだった。カズマはその後、仕事を探していたようだが、なかなか再就職ができないらしい。そのせいか、今でもしつこく私か純也の携帯に電話をかけてくる。しかし今度ばかりは、もう永久に無視をすることにした。弁護士に頼んで、カズマには私たち家族に直接近づくことを禁止してもらっている。もう、カズマと連絡を取らなければならない用事もなくなったため、私は純也と共に、携帯の電話番号やメールアドレスなどすべて変更した。実家の両親に相談すると、固定電話も解約してくれた。そうすれば、もう二度とカズマから連絡が来ることもないだろう。すると、純也が学校で友達からこんな話を聞いたそうだ。最近、公園でげっそりと痩せ細ったおじさんをよく見かけるらしいんだ。だから、
俺もみんなと一緒に見に行ったんだけど、驚いたよ。そいつ、父さんだったんだもん。俺、目を合わせないようにこっそり帰ってきたんだけど、友達に自分の父親だってバレなくてよかった。そう、ずっと失業しているカズマは最近、公園で居座っているようだ。おそらく、住んでいたマンションも家賃が払えずに追い出されたのかもしれない。純也は、スマホの音が出ないカメラアプリでこっそりとカズマの顔を撮ってくれていた。その姿からは、あの整った顔をしていた面影が全く見られなくなっていた。髪はボサボサで、ヒゲも生え放題。もう何日も食べていないのか、頬がこけて年老いたような顔をしている。見た目の冴えない私のことを見下していたカズマ。今では冴えない人生を送ることで、これまでの自分を悔やんでいることだろう。そして私は、しばらくは実家でお世話になっていたが、ある程度の貯金ができるとアパートを借りて、純也と二人で暮らすことにした。純也も公立高校に合格し、高校3年間はアルバイトをして、家計に負担がかからないようにと言いながら頑張ってくれていた。そして、純也が高校を卒業してから10年の月日が流れた。純也はすでに結婚して、私の近くで暮らしている。一緒に暮らそうと言ってくれていたのだが、私は一人で誰にも気兼ねなく暮らしていたかったので、それを断った。今では、純也と二人で暮らしていたアパートで、のんびりと過ごしている。純也は、見た目は私に似て、パッとしない方かもしれない。だが、そんな純也の人柄の良さを理解してくれた良い妻に恵まれ、また、二人の子宝にも恵まれて、幸せな家庭を築いている。私も、純也が幸せになってくれたことが、本当に嬉しく思う。だから、たとえ一人になったからといっても、寂しいと思ったことはない。息子夫婦は、そんな私を気遣い、子供を連れてよく遊びに来てくれる。孫たちに会えることは、今の私にとって何よりの楽しみ。私は、自分が親に教わったように純也にも、人を思いやる優しい心を持つように言い聞かせながら育ててきた。そして、今度は孫たちにも、優しい子になってほしいと、いつまでも心の中で願い続けるのであった。はあ、救急車など呼べるか。数年ぶりに会う夏美、その腕には小さな子供が抱かれていた。よく見れば夏美のお腹も大きく膨らんでいる。あまりにも突然だったため思考が停止してしまったが、一刻も早く夏美たちを救わなければならない。気持ちを切り替えた時、夏美からとあるお願いをされた。私の名前は佐伯真美子、60歳。現在は夫である伊佐夫の仕事の手伝いをしながら生活している。伊佐夫の職業は陶芸家だ。もともと私は大学を卒業した後は普通の OL をしていた。しかし、とある陶芸のイベントをきっかけに、伊佐夫と知り合うこととなったのだ。そのイベントは、陶芸家が作った作品が売っていたり、実際に陶芸体験をできたりできるものだった。陶芸自体に興味はなかったが、たまたま市役所に貼ってあったポスターが目に入り、行ってみようと思った。いろいろ見て回っている中で、見つけた陶芸体験コーナーで、私に陶芸を教えてくれたのが伊佐夫だった。陶芸体験をした私は、今まで興味がなかったのが嘘だったかのように陶芸にのめり込んでいき、伊佐夫の職場である彼の実家に作品を買いに行くようになっていた。伊佐夫は私のことを覚えていてくれたらしく、会うたびに様々な話をして盛り上がっていた。そしていつしか私と伊佐夫は職人と客という関係性ではなく、恋人となっていった。その後3年の交際を経て結婚。伊佐夫からは自分のしたいことをしてくれと言われたが、私は陶芸に興味があったため、伊佐夫の手伝いをすることを決めた。
結婚した頃にはすでに義両親は陶芸から手を引いていたため、より一層伊佐夫を手伝いたいと思ったのだ。そんな中、私たちの間に子供が生まれた。名前は夏美と名付け、愛情をたくさん注いでいた。夏美が成長して3歳になった頃、私と伊佐夫は夏美に陶芸を楽しんでもらいたいと思い、作業場に連れて行っては作品に触らせてみたり、実際に作らせたりしていた。すると、夏美は生まれ持った才能を発揮して、素晴らしい作品を仕上げてくれたのだ。彼女自身も陶芸の楽しさに気づいてくれたようで、自分の作品を見てキャッキャとはしゃいでいた。その後、夏美は陶芸にはまってくれて、自分から、ご飯のやつ作りたいと言ってくれるようになった。ご飯のやつというのは、茶碗のことだ。そんな夏美を見て、私は思わず笑みをこぼした。成長してゆくにつれて、彼女自身も家業を継ぎたいと言ってくれるようになり、将来がかなり明るくなったと思っていた。伊佐夫が家業を継いでから弟子を何人か取っていたが、みんな優しくて、将来夏美がここで働くのに賛成してくれた。夏美は高校を卒業してから大学へ進学し、陶芸だけではなく、日本の歴史や文化、芸術について学んでいた。大学が休みの日や、行かなくていい日には、家業を手伝い、腕を上げていた。幼い頃から伊佐夫に教えてもらっていたこともあり、その腕は周りがびっくりするほど素晴らしいものとなっていた。しかし、決して夏美は調子に乗ることはなかった。弟子のみんなと協力し、もっと日本に陶芸を広めたいと活動を続けていったのだ。大学を卒業してから5年後、夏美も30歳間近になっており、ふとした瞬間に子供の成長は早いなと感じるのだった。そんなある日、夏美から驚きの報告をされるのだった。お母さん、私結婚する。え？結婚？突然の結婚報告に驚いた私は、思わず大きな声を出してしまった。夏美は大学生の頃から付き合っている彼氏がいる。このまま何もなければ、今の彼氏と結婚するんだろうな、とは思っていたが、いざ報告されると、驚きすぎて言葉が出てこなかった。彼氏の名前は、ヒデ。何回か私とも話したことがあり、とてもいい人だとは思っていた。その後、夏美からいろいろ結婚するまでに至った話をしてくれた。どうやら最初にプロポーズされたのは、大学を卒業したあたりだった。最初は家で陶芸の仕事をし続けたいと思っていたため、もう少し時間が欲しいと断っていたそう。ヒデはその言葉通り、時間を空け、夏美にプロポーズをし続けていたとのこと。それから数年後、夏美もそろそろ決断をしなくてはいけないと思っていた頃、ふと SNS を開くと、子供を抱えた同級生の写真が何枚も流れてきたそうだ。幸せそうにしているな、と思ったのと同時に、私も結婚しなければと、ふと思い立ったと彼女は語った。同級生がみんな結婚して子供もいるのに、私だけ結婚も何もしていなくてさ。いろいろ考えたんだけど、やっぱりヒデと結婚しようと思って。そうだったのね。夏美が決めたことなら、私もお父さんも何も言わないわよ。ありがとう。ヒデのプロポーズを受け入れた夏美は、ヒデに対していくつかお願いをしたそうだ。まずは、結婚しても今まで通り仕事をさせてほしいということ。そして、子供は当分作りたくないことなど。子供を抱いた同級生が幸せに見えたのは事実だが、あくまでも今の生活を保ったまま結婚はしたいという考えだった。
ヒデもその考えに賛成し、結婚することに決まったそうだ。しかし、どうしても今までの生活と大きく変わってしまう面も多く、夏美も戸惑うことが出てくるだろう。二人の新居は私たちの家のすぐ近くらしいし、精一杯サポートしていきたいなと思った。何か困ったことがあったらすぐ私に言うんだよ。うん、ありがとう。自分の娘が結婚するという感覚はもちろん初めてで、結婚報告をされた時はふわふわとした感覚に襲われた。でも夏美の話をしっかり聞くと、いろいろと考えを持っていることがわかり安心した。これから夏美には幸せな家庭を築いていってほしい。そんなことを思っていたのだが、この結婚を機にヒデの本性を知ることとなり、幸せな生活が崩れ落ちていくのだった。家を出てヒデと一緒に生活し始めた夏美。結婚したと言っても毎日のようにこちらの家には帰ってくるため、結婚前と変わらない温度感で接することができていた。しかし、ヒデと夏美が結婚してから半年後、急に二人が遠い場所に引っ越すことを知らされた。理由は、ヒデが転勤を命じられたからだ。ヒデは本当は、夏美と結婚する前から転勤するかもと言われていたそうだが、夏美にはずっと隠していたらしい。なぜそうしていたのかはわからないが、推測するに、転勤のことを夏美に言ってしまえば、振られてしまうとでも思ったのだろう。この話をされたとき、私はヒデに不信感を抱くようになってしまった。それと同時に、ヒデは本当に夏美のことをしっかり考えてくれる人なのかと思った。大丈夫なの？こんな話するのも違うかもしれないけど、単身赴任してもらうとか。私も仕事は続けたいし提案してみたんだけどさ、私がいないとダメだって言ってきて、今まで私のわがままを聞いてもらっていたから、ヒデのお願いくらい聞こうかなって思ったんだ。そう、夏美がそう決めたのならしょうがない。私はそれ以上口を出すのをやめた。夏美から報告をした数日後、夏美とヒデはすぐに引っ越しをしてしまった。本当に行ってしまったんだと思い悲しかった。今まで一緒に過ごしてきた弟子たちも寂しがっており、やはり夏美の存在は大きかったなと感じた。それから再び半年後、私たちがいつも通り生活していると、夏美から電話がかかってきた。なんと子供が生まれたそうなのだ。私たちにとっては初孫になる。もちろん嬉しいと思ったが、不審点がいくつか出てきた。半年後となると引っ越しをした時点ですでにお腹の中に子供がいたことになる。子供はしばらく作らないと言っていたが、気が変わったのだろうか。それにしても引っ越すと分かっていて子供を作ったのだろうか。いろいろ夏美のことを考えると、やはりヒデの不信感が募るばかりだ。大丈夫なの？その、ヒデ君は。ヒデ？ああ、うん。大丈夫だよ。そう。夏美が大丈夫というのなら、それ以上踏み込むことはできない。私は、いつでも帰ってきていいんだからね、と言い、電話を切った。イサオにもヒデのことを相談してみると、やはり不信感が拭えないようだった。しかし、私と同じ考えなようで、夏美が大丈夫と言っているのなら踏み込めない。二人で話し合い、そのような結論に至った。連絡も取れるし、まずそうであれば、家に直行しようとも考えていた。しかし、孫が生まれたという連絡が来たきり、全く連絡が来なくなってしまった。さすがに心配に思い、連絡をしてみると、夏美ではなく、ヒデが出た。あれ？ヒデ君？
夏美は？夏美は今風呂に入っています。あら、そうなの。後日、夏美は引っ越しを機に専業主婦となったため、昼間に電話をかけてみたが誰も出ない。仕方がなく夜にかけてみると、再びヒデが出た。やはり風呂に入っているといい、夏美に取り次いではもらえない。そもそも私は夏美のスマホにかけているのだ。なぜ毎回ヒデが出てくるのかわからなかった。なんでいつも夏美がいないの？昼間に電話かけても出ないし。なんでって言われても、風呂だって言っているじゃないですか。昼も知らないですよ。まさか反抗的な態度を取られるとは思っておらず、口をつぐんだ。ヒデは私が何も言わないのをいいことに、そのまま電話を切った。その後も何回か電話をかけてみたが、その度にヒデは、子供が泣くから電話かけてくるのやめてもらっていいですか？とか、そろそろしつこくないですか？とか、いろいろ言ってくるようになった。ヒデに対しての不信感が募るばかりだったが、反抗的な態度を取ってくる理由を話され、妙に納得した。あのですね、夏美があなたたちともう関わりたくないって言ってるんですよ。そろそろ本当に電話をかけてくるのやめてもらっていいですか？え？なんで？本当に本人がそう言っているの？あなたたちの陶芸の指導がスパルタすぎて、本当は早く逃げたかったんですって。弟子もいたし、なかなか抜け出せなかったけど、ようやく抜け出せて嬉しいって言っていましたよ。そんなこと。俺の言うことが嘘だって思ってるんですか？もし嘘だったら、昼間に夏美に電話をかけても繋がらないのはおかしいと思いませんか？夏美は自分であなたの電話に出ないって決めたんですよ。そろそろ分かってやったらどうですか？耳を疑った。何も言えないままでいると、さらにヒデが追撃してきた。てか、俺の態度で気づきませんか？うざがられてるなって。いつか気づいてくれるかなって思ったんですけどね。物分かり悪いですね。それなら、そうやって早く言ってくれれば、私たちは夏美が苦しんでる姿なんて一度も見たことないし。察しが悪いですね。そういうことなんで、もう二度と連絡してこないでください。ヒデはそう言って電話を切った。え？ちょっと！私の声も届かず、夏美の声も聞けない。なんとも虚しい気持ちのまま、これ以上の連絡は取れなくなってしまった。しつこいとも思ったが、翌日の昼間にもう一度電話をかけてみたが、着信拒否されているようだ。自分の妻を守るためにヒデが設定したのだろう。今までのヒデの態度や発言、思い返してみると妙に腑に落ちてしまう。夏美は本当に私たちのことが怖かったのか。そう思うと一気に悲しくなった。家に戻ってきたイサオにヒデと夏美の話をした。すると、イサオも悲しそうな顔をして何も言えない様子でいた。それなら、もう干渉しない方がいいんだな。やっぱり、そうよね。まさか、夏美がそんなに苦しんでいたなんて。私たちはすっかり信じ込み、今後一切夏美に連絡しないことを決めた。4年後、家業も順調で、次々と作品が売れていく。前よりも収入も実績も増え、私たち夫婦はもちろん、弟子たちも喜んでいた。長い年月が経っているため、弟子たちも独立をしたり、入れ替わったりを繰り返している。そんな中でも、家業を継いでくれる人物が見つかり、私たちは安堵しきっていた。夏美のことを忘れたわけではない。むしろ毎日のように心配している。だが、これ以上夏美を怖がらせるわけにはいかないと思い、
連絡するのをぐっとこらえていた。しかし、ある日、とんでもない事件が起こった。それは、とある台風の日だった。雨風が強く、仕事も休みにした。あいにくの天気だが、久しぶりに仕事のことも考えず、夫婦でゆったりできてよかった。日もすっかり落ち、イサオと寝ていた時だ。時刻としては午前1時頃だろうか。突如鳴らされたインターホンで目が覚めた。こんな時間に誰だろうか。同じくインターホンで目を覚ましたイサオが電気をつけて私の顔を見た。誰だ、こんな時間に。ねえ、誰かしら。その後もインターホンが鳴り続け、私たちは恐る恐る玄関へ向かった。意を決してイサオがドアを開けた。すると、そこには思いもよらぬ人物が立っていたのだ。お父さん、お母さん。夏美。なんと、夏美がいたのだ。その腕には、ぐったりとして意識のない女の子が抱かれていた。きっと私たちの孫だろう。まだ息はあるようだが、危ない状態になっているのは一目瞭然だ。それに、よく夏美の様子を伺うと、お腹が膨らんでいる。ねえ、あなた、もしかして妊娠しているの？9ヶ月。このままだとお腹の子も危険だ。これは、事情を聞く前に病院に連れて行くべきだろう。そう思ったとき。お願い、救急車呼んでください。夏美がお願いしてきた。しかし、そのお願いを伊沢は断った。はあ、救急車など呼べるか。ぎょっとしたのもつかの間、伊沢は優しい声色で再び夏美に話しかける。こんな台風の中、いつ救急車が来るかわからないだろう。車で夜間救急に連れて行ってやる。だが、イサオは酒を飲んでしまっている。そのため、私が車の準備をし、夏美たちを乗せた。数分で病院に着き、診察をしてもらう。その結果、夏美と孫は極度の栄養失調だということが分かった。そして、二人して入院をすることとなった。幸いお腹の子には影響はないそうだ。このまま病院で治療を受けて元気に退院してきてもらおう。話を聞くのはそれからでもいいと思った。病院について安心したのか、夏美は診察の途中で意識を失った。伊沢に夏美と孫の着替えを持ってきてもらい、私は眠っている夏美のそばにいた。孫は看護師が見てくれるそうだ。夏美の目の下にはクマもあり、寝不足だということが伺えた。引っ越し先で何があったのかわからないが、相当精神を削られているのかと思い、私は静かに夏美が目を覚ますのを待っていた。午前11時を回った頃、夏美が目を覚ました。お母さん。夏美？しっかり寝られたのだろう。昨日より若干だが、顔色がいい気がする。しかし、もちろんまだ油断はできない。私は看護師を呼び、夏美が目を覚ました旨を伝えた。医師の診察を終え、再び病室に戻ってきた夏美に、私はそっと声をかけた。夏美、大丈夫？大丈夫ではないのは分かっているが、どのような会話をすればいいのか分からない。怖がらせないように話すと、夏美はふわりと微笑んで声を出した。うん。大丈夫だよ。ありがとう。そう。それならよかった。お母さんたちに迷惑かけちゃってごめんね。びっくりしたよね。びっくりはしたけど、迷惑だなんて全く思ってないわよ。夏美は私のことを怖がる様子は全くない。それどころか
安心しているように見える。その後、夏美をベッドに寝かせて会話を続けた。夏美は秀の妻ということの前に、私と勲の娘だ。やはり親としてなぜあのようにボロボロの姿で家にやってきたのか、そもそもなぜあんな深夜に訪問してきたのか、いろいろと気になる部分はあったが、あまり踏み込んではいけないのではという思いもあった。そのため私は夏美が自ら話をしてくれるまで待つことにした。このまま何も聞けなくてもいい。とにかく夏美の思いを尊重したいと思った。数日後、夏美はすっかり元気になっており、笑顔も増えたような気がした。数年ぶりに再会した日のぎこちなさを思い出して安心する。こんな数日で心を開ききってくれていると思ったのだ。そんなある日、勲と一緒に夏美の病室へ向かうと、彼女はどこか真剣な表情をしていた。どうしたのだろうと思いつつ、いつもと同じように接してみる。いつも通り笑顔でいてくれる夏美だったが、様子が違うのが明らかだ。心配だ。そう思っていると、夏美が深刻そうな顔をして口を開いた。あのさ、引っ越した後、何があったのか話してもいいかな。まさか話してくれるとは。私と勲は驚いたが、夏美が話してくれる覚悟を決められたのだろう。うん、夏美がいいなら話してほしいな。わかった。ありがとう。私たちの返事を聞き、夏美は話をし始めた。その内容は耳を疑うようなものだった。なんと、ヒデはとてもひどい男だったそうだ。プロポーズをされ、最初は受け入れていた夏美。長い年月恋仲だったということもあり、ヒデのすべてを知り尽くしていると思っていたそうだが、夏美はヒデの本性を結婚後に知ることとなる。ヒデはとても独占欲が強く、ずっと自分だけを見ていてほしいと考えているような人物だった。夏美の交友関係をすべて切らせ、仕事もさせず、家から出るなと言われていたそうだ。スマホも没収され、外部との連絡は全く取れなくなってしまったとのこと。私に子供が生まれたことを連絡してきたのが、スマホを没収される最後の連絡らしい。では、なぜ私に助けを求めなかったのか。それは、助けてもらえないと思ったからだ。どうやら、ヒデは夏美に、私たちが夏美のことを嫌っている。もう頼れるのは自分しかいないと言っていたようだった。その言葉に衝撃を受け、私たちと話すのが怖くなってしまったと、夏美は語った。他にも生活をしていく上で様々な制限があったらしい。まともに睡眠をとることも許されず、食事も一日一食で食パン一枚のみ。風呂やトイレに使っていい時間も決められており、その時間しか部屋の外に出られなかったそうだ。そんな状況に置かれたことはないが、話を聞くだけでもかなり追い詰められていたのがわかる。今回逃げ出せたのは、ふと横で力なく寝ている自分の子供を見たからだった。生まれてこの方、決してまともとは言えない生活を送らざるを得なかった子供。自分が勇気を出せないせいで、この生活を強いていることに気づいたのだ。自分はどうなってもいいから、子供だけでもどうにかまともな生活を送ってほしい。いろいろ考えたが、やはり脱走するという選択肢しかなかったとのこと。嫌われていると思っていたが、実家に帰って私たちに助けを求める決意をしたのだった。そうと決まれば話は早い。夏美はヒデの目を盗み、家を飛び出した。そして終電に飛び乗り、私たちの家にやってきたのだった。夏美の話を聞き、すべて腑に落ちた。念のため、
夏美が私たちのことを怖がっているのかを聞いても、彼女は首を横に振った。お母さんたちにも嘘をついていたのね。うん。やっぱり、ああ言われると信じちゃうのよね。ごめんね。何も気づけなくて。私の言葉に、夏美は再び首を横に振った。その後、警察の方へ事情を伝え、被害届を出すことに。女性警官がわざわざ病室まで来て、詳しい事情を聞いてくれたのだった。事態を重く受け止めた警察は、ヒデがいるはずの引っ越し先の家へ突入したが、そこにはすでに誰もいなかったそうだ。夏美たちが逃げたことを知り、焦ってどこかへ探しに行ったのだろう。それにより、いつヒデが夏美の前に現れるかわからないことが判明し、病院の周りや私たちの家の周りのパトロールを強化してくれることとなった。数週間後、入院時期と出産時期が被っていたこともあり、夏美は出産をしてから退院をした。とても元気に生まれてきてくれて、一安心といったところだろうか。その後は無事にみんな退院でき、私たちの家に住み始めた。しばらく家業も弟子に任せて、イサオもずっと家にいてくれることになり安心だ。まだ油断はできないが、昔のように夏美が笑っていてくれることが嬉しい。できることならこのまま幸せな生活を送り続けたい。そう思っていたのだが、やはり現実はそううまくはいかなかった。それはいつも通り穏やかに過ごしていたある昼のことだった。夏美たちと一緒に昼食を作っていると、2階から物音が聞こえてきたのだ。今、2階には誰もいない。ソファーでくつろいでいた勲も物音が聞こえたらしく。ちょっと上見てくる。と言い、2階へ行った。前は物音がしたくらいでは警戒をしなかったが、夏美のことがあってからはかなり警戒心を高めて毎日生活している。私は夏美や孫に私のそばから離れないように言い、様子を伺っていた。手には当然スマホを握っている。イサオがこのまま戻ってきてくれたらいいのだが、そう思っていると2階から怒っているような声が聞こえた。おい、お前何してんだよ。誰かが侵入して揉めているのは確かだ。私はすぐに警察へ通報した。後に勲はこの時に何が起こっていたかを話してくれた。勲が2階へ行き、物音がする部屋へそっと入る。するとそこにはなんとヒデがいたのだという。ヒデは勲の姿を見つけ驚いていたようだ。お前、なんでこんなとこに、どうやって入ったんだ。うるさい。夏美はどこにいるんだ。どうせここにいるんだろう。俺は夏美を取り戻しに来たんだ。お前らみたいな奴に夏美を渡すわけには。少し落ち着け。うるさい。かなり興奮したヒデは勲に飛びかかってきた。勲はなんとかヒデを取り押さえることができ、どうすれば一階の私たちに警察へ通報してもらえるか、そう思っているとちょうど警察がやってきたそうだ。話を聞くだけでも息が詰まりそうなほどの緊張感だった。その後、ヒデは警察へ連行される際に夏美の姿を見つけ声を発した。夏美、お前はなんで俺を裏切ったんだ。俺はこんなにお前を愛しているのに、どうしてだ。今日だってお前を迎えに来ただけなんだ。ヒデの夏美への愛情は完全に歪み切っている。夏美があの愛情をずっと受けてきたことを考えると、何ともいたたまれない気持ちになった。横にいる夏美をふと見ると、どこか悲しげな顔をしていた。その後、ヒデは監禁罪、不法侵入罪、私と勲に手を出すために刃物を持ち歩いていたことが分かり、
殺人予備罪などの多数の罪で再逮捕されることとなった。彼がどういった人生を歩んできたかわからないが、このような歪な愛情表現をしてしまうようになったのは、彼の幼少期に何か原因があるのではないかと思う。しかし、ヒデの両親はすでに亡くなってしまっていると聞いた。ヒデに何があったのか。それはもう彼自身にしかわからないことになってしまった。数ヶ月後、ヒデは有罪判決を受け、塀の中へ入っていくこととなった。これでもうしばらくは安心だろう。しかし、執着心が強いヒデは、出所後も夏美を探すだろう。そのため、その前に何かしら手を打たなければと、家族内で相談を重ねるのだった。今は相変わらず、私たちの家で幸せな生活を送っている。夏美も陶芸を楽しめるようになっており、気が向けば作業場に入り、作品制作に打ち込んでいた。最初は警戒されていた孫も、いつしか心を開いてくれて、今は夏美が陶芸をしている時間は遊んだり、手伝いをしてもらったりして、同じ時間を過ごしている。家族がバラバラになっていた時期も長かったが、それでも、こうしてまた、笑顔で食卓を囲めるようになっていることが何よりも嬉しい。心が温かくなり、家族って素晴らしいんだと改めて思うのだった。私の今の願いはたった一つ。この先もみんな笑顔を守っていきたいということだ。お前じゃ釣り合わないから離婚しろ。レイナと一緒にお茶をしようと、アキヒロから提案された時から、嫌な予感はしていた。なぜ三人でお茶をする必要があるのか、私はあまり納得できなかったからだ。だってさ。レイナと一緒になってケタケタと笑うアキヒロを見て、私はぞっと背筋が凍りついた。二人して、私に離婚を迫ってくるなんて、いよいよどうかしている。これまでレイナからは何度もアキヒロとの離婚を迫られてきた。その度に腹を立てていたが、今回は本当に理解ができない。どうしてアキヒロまでレイナの肩を持つようなことを言うのだろうか。私は今までレイナから言われてきた心ない言葉を思い出す。そして目の前に座っているアキヒロのおかしそうな表情を目に焼き付けた。わかったわよ。そんなに言うなら、とっとと離婚してやるわ。私はきっと二人を睨みつけ、復讐心を燃やすのだった。私の名前は、霧島綾乃。今年33歳になる。仕事は公務員をしていて、趣味で料理教室に通っている。夫の明弘とは半年前に出会い、交際3ヶ月で結婚に至った。いわゆるスピード婚だ。明弘は料理教室で知り合った友人、井上玲奈が紹介してくれた人だ。料理教室には年齢がバラバラの女性が通っているが、その中でも玲奈は偶然同い年だった。はじめまして、綾乃さんって料理上手なんですね。はじめまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、もしかして同級生？嬉しい。よろしくね。レイナは名前の通り綺麗な人で、最初は話しかけるのも躊躇したが、レイナの方から積極的に会話をしてくれたので、私はすぐに彼女と打ち解けることができた。どちらかといえばおとなしく控えめな性格をしている私だったが、レイナは反対で明るくハキハキとしていた。きっと学生時代からモテてきたんだろう。パッと見ただけでわかる。自信に満ち溢れた表情とセンスのある服装が私にはとても眩しく映った。そんな彼女と友達になれたのはとても嬉しかったし、レイナも私と話しているとき、笑顔が弾けて楽しそうだった。私はレイナとすぐに打ち解け、仕事や家族の話をたくさんした。レイナといると
不思議と何でも話してしまうのだ。なんとなく好きで通い始めた料理教室だったけど、思わぬ収穫があって、毎回教室に来るのが楽しみになっていた。そんなレーナから恋の話題を振られたのは半年前のことだった。綾乃さんってお付き合いしている人とかいるの？作った料理をみんなで食べている最中に、レーナはまっすぐな目で私に聞いた。え？いないよ。33歳になる私だったが、残念なことに交際相手はいなかった。昔からあまり恋愛に積極的になれず、アプローチしてくれる男性がいても、仕事の忙しさにかまけて見向きもしなかったのだ。もったいない。私いい人知ってるから紹介してあげるわよ。語尾にハートマークでもつきそうな勢いでそう話してくるレーナ。私は最初冗談だと思い、本当に？と笑いながら聞いた。正直私もそろそろ結婚を考えないといけないなとぼんやりと思っていたところだったのだ。来週の土曜日、この料理教室が終わってからはどう？え、大丈夫。よし、決まりね。いいやつだからきっと綾乃さんに会うと思うわ。はあ。レーナはとても乗り気で、私が口を挟む前に約束が取り付けられていた。とはいえ、男性を紹介してくれるというので、私も悪い気はしなかった。レーナとの付き合いは短いが、嫌がらせで変な男を紹介してくるようには見えない。きっと世話焼きで、引っ込み思案な私の将来を案じてくれているのだろう。レーナに男性を紹介すると言われ、思ったよりもワクワクしたり、緊張したりしている自分がいた。男性と交際を視野に入れて会うのは、いつぶりだろう。20代の頃はそういう場にもよく行っていたが、30歳を過ぎてからというもの、めっきり行かなくなっていた。恋愛から遠ざかっていた私だから、うまく会話ができるかどうかすら怪しい。でも、せっかくレーナが紹介してくれるのだから、できるだけ頑張ろう、と思った。約束の土曜日がやってきた。私はレーナと待ち合わせした繁華街の喫茶店に向かった。店内は混んでおり、レーナを見つけるのに苦戦したほどだ。レーナさん、お待たせしました。お、来た来た。こっち座って。レーナは私を正面の席に座るように促した。相変わらず服装もメイクも完璧に決まったレーナの隣には、爽やかなイケメン風の男性が座っていた。この人が今日レーナが連れてきてくれた人だ。私は自然と背筋が伸びた。はじめまして。真鍋綾乃と申します。今日はよろしくお願いします。霧島明宏です。そんなに固くならないでくださいよ。今日は気軽に話しましょう。明宏が気さくにそう言ってくれたので、ガチガチになっていた私の体も、ゆっくりとほどけていくのが分かった。それからは、レーナが話の主導権を握り、その場は大いに盛り上がった。二人は幼馴染のようで、明宏やレーナの失敗談をお互いに暴露し合い、私にどちらがより間抜けか、なんてジャッジを頼んできた。私は二人の慣れ親しんだ会話が面白くて、つい笑いがこみ上げてきた。気がつけば、最初の緊張なんてどこかへ吹っ飛んでしまっていて、帰り際にはもうお互いのことを下の名前で呼び合うまでに進展していた。綾乃さん、今日はありがとう。めっちゃ楽しかった。私の方こそ楽しかったです。明宏さん、レーナさんも本当にありがとう。その後、明宏から直接、また会いたいと連絡をもらい、私はレーナ抜きで明宏と何度か顔を合わせた。3回目のデートの際に、明宏に告白をされ、即 OK した私。交際も順調に進み、なんと交際開始から3ヶ月で、明宏が私にプロポーズをしてくれたのだ。
私はとても嬉しくて、幸せすぎて涙が溢れてきた。33歳になって、年がいもなく彼にときめいて、結婚しようと言ってくれたことが信じられなかったのだ。私は迷わず、明宏の申し出を受け入れた。明宏は、やったーと、子供のように喜んだ。それが、明宏と結婚するまでの出来事だった。スピード結婚をした私たちに、周囲の人たちは皆驚いていた。そりゃそうだろう。今まで男っ気もなかった私が、突然結婚して、幸せオーラ全開で結婚報告をしてきたのだから。私は料理教室でレーナに会っては、何度もありがとうと頭を下げた。レーナは、だからお礼とかいいって、とにかくおめでとうと喜んでくれた。明宏との結婚生活は不慣れな中でも順調に進んでいた。明宏は地元の工務店に勤めており、正直に言うと収入は私の方が上だった。だが私は結婚相手に収入面での条件など求めていなかったので、特に気にならなかった。もしかしたら明宏は気にしていたかもしれないが、そんなことよりも明宏のような爽やかなイケメン男性と結婚できたことが、まだ夢のような気がしていた。明宏は仕事が忙しいようで、家に帰ってくる時間はいつも遅かったけれど、それでも私は同じ家に夫が帰ってきてくれるというだけで嬉しかった。そんな少女漫画みたいな展開で結婚した私だったが、結婚して3ヶ月、最近おかしいなと思うことがある。いつもの料理教室でレーナと会った時のことだ。レーナの表情がずっと曇り空みたいに険しかったので、私はどうしたのかと聞いた。何かあったの？いや、ねえ。最近彼とうまくいってなくて。え？大きなため息をついて私を見るレーナの目が、私を睨んでいるように感じたのは気のせいだろうか。なんか全然会えてないし、忙しいって言われるし。綾乃さんはいいわよね。明宏とラブラブで。私も他人の恋愛を応援する前に、自分の方を何とかすればよかった。そんなことが、なんか、ごめんなさい。いや、責めてるわけじゃないのよ。でもさ、ちょっとはこっちの気持ちも考えてほしいっていうか。レーナは明らかにイライラした様子だった。いつもの彼女からは考えられないくらい感じが悪かったので、私はその日、レーナを避けるようにして過ごした。今日は調子が悪いだけかもしれない。また次会った時はいつも通りのレーナに戻っているわ。と、自分に言い聞かせていた。だが、私の予想とは裏腹に、レーナの態度は日に日に悪くなっていった。綾乃さんってさ、よく見ればそんなに可愛くないじゃない？というか、よく見なくてもブサイクよね。よく明宏も綾乃さんを選んだわよね。そんなことは。確かに私は地味で、レーナさんよりは全然可愛くないけど、ブサイクはちょっとひどくないかな。私は自分の尊厳が傷つけられた気がして、ついお世話になったレーナに口答えをしてしまう。は？何よ。あんた、私が明宏を紹介した恩忘れたわけじゃないわよね。もちろん、忘れてなんか。ああ、もういいわ。綾乃さんと話してるとなんか無性に腹が立つ。明宏もそのうち飽きるんじゃないかしら。嫌な笑みを浮かべて、向こうに行ってしまったレーナを見て、私は背筋が凍りついた。レーナの代わりように心底驚いていた。そして、ここまで私に対して嫌味を言えることが恐ろしかったのだ。あんなに仲良くしてくれたレーナが、一体どうして？私は家に帰ると、明宏にレーナのことを相談した。
レーナが突然豹変してしまったこと、私に嫌味をぶつけてくること、昔からそうなのか、と疑問に思ったこと、夜遅く、疲れて帰ってきた秋広に愚痴を言うのは避けたかったが、私は止まらなかった。秋広は面倒くさそうに私の話を聞いた後。そうか。レーナはそんなこと言うやつじゃないけどな。綾乃の勘違いじゃないか。と、私の方を疑う素振りを見せた。全く私の気持ちに寄り添おうとしてくれない秋広に、私はため息をついた。女ってさ、自分より綺麗な人はちょっと歪んだ見方しちゃうことあるじゃん。それじゃないか。なんと今度は秋広の方が私を蔑むような発言をしてきたのだ。ちょっと、それは私がブサイクってこと？そこまでは言ってないだろう。客観的に見ればレーナの方が綺麗だってだけ。衝撃的な発言に私は返す言葉が見つからなかった。レーナだけではなく秋広までが変わってしまった。無邪気で明るい笑顔を向けてくれた秋広が、結婚してちょっと経てばこの通りだ。私は悔しくて、その晩ベッドの中で涙が止まらなかった。それからというもの、料理教室ではレーナと言葉を交わすどころか、顔を合わせるのも避けるようになった。たまたまグループが一緒になってしまった日は、レーナは必ず私の方を睨み、わざとらしくため息をついた。すれ違いざまに、まだ離婚してないの？と何度も言われ、私はそれが嫌で料理教室に行くこと自体抵抗を覚えるようになった。そんなある日のこと、金曜日の晩、珍しく秋広が早く帰ってきて私にこう告げた。あさってレーナと一緒にお茶でもしないかって話になってるんだけど、どう？秋広の口からレーナという名前が出てきて、私はピクッと反射的に体が震えた。レーナと、なんで？私がレーナとギクシャクしていることを知っているくせにお茶をしようだなんて、よくもそんなのんきなことを言えるものだと呆れた。なんかレーナがさ、綾乃に話したいことがあるんだって。聞いた感じだと謝りたそうにしてたぞ。謝る？もしや、と私はハッとする。レーナは私にひどい言葉を浴びせてきたことを反省しているのだろうか。直接では私を誘いにくかったので秋広に頼んだのではないか。そこまで考えて、私はそういうことなら、とうなずいていた。翌々日、私は秋広と共にレーナと待ち合わせをしているカフェに到着すると、レーナは神妙な顔をして席に座っていた。レーナさん、前に言われたことなんだけど、私もちょっと言い返したのは良くなかったわ。私はレーナの顔を見るなり、先に自分の悪いと思ったところを謝った。元はといえば、レーナの方が喧嘩を吹っかけてきたのが悪いはずなのだが、ここは大人の対応をしようと思ったのだ。しかし、レーナは私の謝罪の言葉を聞いても、眉一つ動かさず、口の端を持ち上げながら言った。綾乃さん、何言ってるの？ニタニタと嫌な笑みを浮かべながら、レーナはコーヒーを一口飲んだ。いつの間にか、秋広がレーナの隣に座って、レーナと肩を密着させている。いやー、本当にこいつ、聞き分けが悪くてさ、おまけに鈍感で腹立つんだよ。聞き分けが悪い、鈍感？次々と秋広の口から出てくる自分の悪口に、私はぞわりと濡れた手で背筋を撫でられたような心地がした。公務員なのに頭悪いの？いやね、いい加減気づいたらどうなのよ。秋広は私のものなのよ。ガツンと
頭を重たい石か何かにぶつけたような衝撃が走る。秋広が、レイナとそういう関係だった。胸にこみ上げる吐き気を抑えながら、私は目の前がぐらぐらと揺れるような居心地の悪さを覚えた。お前じゃ釣り合わないから離婚しろ。はあ、やっぱり。レイナは反省など全くしてはいなかったのだ。レイナと一緒にお茶をしようと、秋広から提案された時から、嫌な予感はしていた。なぜ三人でお茶をする必要があるのか。私はあまり納得できなかったからだ。だってさ。レイナと一緒になってケタケタと笑う秋広を見て、私はぞっと背筋が凍りついた。二人して私に離婚を迫ってくるなんて、いよいよどうかしている。これまでレイナからは何度も秋広との離婚を迫られてきた。その度に腹を立てていたが、今回は本当に理解ができない。どうして秋広までレイナの肩を持つようなことを言うのだろうか。私は今までレイナから言われてきた心ない言葉を思い出す。そして目の前に座っている秋広のおかしそうな表情を目に焼き付けた。わかったわよ。そんなに言うならとっとと離婚してやるわ。私はきっと二人を睨みつけ、復讐心を燃やすのだった。あまりの腹立たしさに、私はその場からすぐに立ってカフェから出た。許せない。許せない。許せない。私は自分の尊厳を傷つけられた上に、友人と夫に裏切られた悲しみでどうにかなりそうだった。ただで離婚するのは気が済まない。私は急いで帰宅すると、秋広の部屋に駆け込んだ。二人が浮気をしているのなら、証拠を探して慰謝料を請求してやる。闘志に燃えた私は血眼になって浮気の証拠集めに励んだ。秋広はだらしないのか、爪が甘いのか、私を舐めているのかわからないが、すぐに証拠が見つかった。部屋に置いてあるデスクトップ型のパソコンを開き、メールを見ると、レイナとのやりとりがそのまま残っていたのだ。内容は、仕事帰りに映画やホテルに行こう。愛してる。私も愛してるわ。今度のデート楽しみにしてる。それよりいつあの女と別れるの？早く結婚したいわ。といったもので、とてもじゃないが直視できなかった。秋広は毎日仕事から帰るのが遅かったが、それは仕事が忙しいからじゃなかったのだ。毎日、レイナとこうして連絡を取り合い、デートを重ねていたのだ。バカね。こんなあからさまな証拠を部屋にそのまま残しておくなんて、私もどれだけ舐められているのよ。私は、秋広とレイナのメールのやりとりの画面をスマホで写真に収めた。離婚届をダウンロードし、内容を記入する。あとはダイニングテーブルの上に置いておいて、秋広が記入してくれるのを待つだけだ。私はその日の夜、興奮してよく眠れないまま朝を迎えた。翌日、私は朝起きて、テーブルの上の離婚届に秋広のサインがされているのを見ると、離婚届をカバンにしまい、家を出た。仕事の休憩時間に離婚届を提出し、あっさりと私たちの離婚が成立。随分とあっけない結婚生活だったと思う。こんなにすぐに離婚することになるなんて思ってもみなかった。仕事が終わり家に帰ると、早速荷物をまとめて家を出た。行くところは実家しかなかった。結婚してから一度も帰っていなかったので、どんな顔をされるかわからないと思ったが、意外にも両親はあっさりと受け入れてくれた。しばらくは実家でのんびり過ごして、また立て直そう。そう思いつつ、私は荷ほどきをするのだった。秋広と離婚してから3日後、私が仕事から帰ってテレビを見ていると、スマホに着信があった。
普段あまり電話をすることがないので誰だろうと驚いて見てみると、なんと画面には秋広と表示されている。秋広と話したい気分ではなかったので私は出ないことにした。しかし無視しても何度も秋広からの電話がかかってきた。一体何の用なんだろう。私はもう秋広と口を聞きたくないのに。でもこのまま電話がずっと鳴り止まないのはもっと嫌だ。私はこの電話で全て終わらせようと思い、リビングから出て自室で電話を取った。もしもし。おい綾乃、何無視してんだよ。これは一体どういうことなんだ。電話に出るなり聞こえてきた土星に、私ははっと目を閉じる。どうって何のことよ。すっとぼけんな。さっき弁護士って名乗るやつから電話があったんだよ。慰謝料を払えってな。まくし立てるように苛立ちをぶちまける秋広を、私は本当に痛い人間だと思ってしまった。私の方から弁護士に依頼しました。あなたとレイナさんが浮気してた証拠を集めてね。ただで離婚して済むと思った。バカなこと言いなさんな。自分のしたことを反省してください。私が冷静にそう言い返すと、電話の向こうで秋広がはぁっと腹を立てる様子が目に浮かんだ。ふざけんじゃねえぞ。慰謝料払うってならお前と財産分与した後だ。お前の実家超金持ちだろ。とっとと金をよこせ。秋広はシャーシャーと耳に響く声でわめき立てる。彼の言う通り、私の実家はここら一帯の地主で、いわゆるお金持ちだ。今こうして暮らしている実家だって世間で言う豪邸の部類に入るのだろう。物心ついた時から広い家に住んでいたので、自分の家がお金持ちだとはわからなかった。でも家にお金があると知ってからは、よそ様の前ではお金の話はしないようにしてきた。だが秋広は私の実家の事情を知っている。そういえばと思い当たる節があった。レイナと出会った頃、レイナに根掘り葉掘り実家のことを聞かれたことがあったのだ。私は初めて習い事でできた友人と仲良くなりたい一瞬で、普段は話さないような実家の話までしてしまった。だからその話が秋広の耳に入ったとしても何の不思議もなかった。お前からお金をもらえると思って結婚したのに財産分与に応じないなんて計算違いだった。どうしてくれるんだ。そうか、そういうことだったのか。私は秋広の言葉を聞いて全ての真相が分かった。もしかして最初からそういう目的だったの。レイナさんから私の話を聞いたあなたは、ひとまず私に惚れたふりをして私と結婚をする。頃合いを見て喧嘩でもして別れ話になったところで、私から財産を分取る予定だったのね。本当に結婚したいのはレイナさんの方だったんでしょ。もともとはレイナさんと交際をしていたけど、お金に困っていたからレイナさんと協力して私と結婚する流れにしたのね。考えただけでも鳥肌が立つし吐き気がする。そんな理由で結婚されたのかと思うと、今度こそ本当に尊厳を傷つけられた気がした。ああそうだよ、気づかなかった。お前が悪い。お前みたいな冴えない女にそんな簡単に惚れるわけねえだろ。あいつがレーナがもっとお金持ちじゃないと嫌だって言うからさ。だったらお金さえ手に入ればこっちのもんだって思ったんだ。それなのにお前は財産分与もせずに離婚してたまったもんじゃねえ。どうしてくれんだよ。秋広がわめく声が耳の奥にキンキンと響いて、私は頭がおかしくなりそうだった。元はといえばお金目的で私に近づき、結婚までして私を騙した秋広とレイナが悪いはずなのに、秋広の言い方だと私が悪いように仕立て上げられている。あまりの理不尽さに私はとうとう堪忍袋の尾が切れた。あのね、あなた何言ってるの？
たまったもんじゃないって、こっちのセリフよ。私のことを騙して結婚して、挙句の果てに浮気で離婚だなんて、どう考えてもあなたが悪いんじゃない？考えようによっては詐欺よ。警察に訴えてもいいのよ。もし慰謝料を払わないなら、裁判で決着をつけるしかないわ。どう？裁判？私の口から裁判、警察という言葉を聞いて、電話の向こうの秋広がぎょっとしてのけぞったのを想像した。ええ、いい提案でしょ？公平でしょ？それとも何かしら、裁判をするお金もないのかしらね。あなた、私より稼ぎが少なかったものね。おとなしく慰謝料を払うか、裁判するか、どっちがいいのかって聞いてんのよ。私は自分でも珍しいと思うほどの声量で、秋広に向かって怒鳴った。裁判だけはやめてくれ。わかった。俺が悪かった。慰謝料払うから、これ以上お金を取らないでくれ。裁判なんてしたら、絶対に自分が負けるとようやくわかってくれたのか、秋広は泣きそうな声で叫んだ。ふん、わかってくれたならいいのよ。じゃあね。あとは弁護士から話を聞いてちょうだい。もう二度と私に電話してこないこと。わかったわね。私の気迫にすっかり恐れおののいた秋広は、情けない返事をして電話を切った。はぁ、まったく、本当にたまったもんじゃないわね。レイナや秋広と出会ってから今に至るまでの日々を思い出し、私はため息をついた。これでやっと私は穏やかな生活に戻ることができる。そう思うと、ようやく肩の荷が降りた気がした。それから、秋広と玲奈は、おとなしく私に慰謝料を払ってくれた。裁判という脅しがよっぽど効いたのだろう。秋広の収入では、一気に数百万の慰謝料を支払うことなんてできないはずなので、借金でもしたのだと分かった。玲奈に至っては、確かアルバイトしかしていないと言っていたので、今頃二人してすっからかんになった口座を前に途方に暮れているかもしれない。二人は私と別れてから再婚する予定だったらしいが、お金がなくなったので結婚は見送りとなり、今はボロアパートでお金が貯まるまでおとなしく働いているということを人づてに聞いたのは後の話だ。聞いた？レイナさん辞めたんだって。なんかいろいろと危ないことして警察に捕まったって。ある日、料理教室で同じ班になった奥様から、レイナの噂を聞いた。レイナは、秋広との電話以降、教室で会っていなかった。彼女の方が教室に来なくなったのだ。私は奥様の話を聞いて、心底驚いた。どうやらレイナは浮気以外にも、お金に関するトラブルが絶えなかったようで、ついに悪事の数々が警察にバレてしまったという。出会った頃は明るくていい子だと思っていたのに、面の皮一枚剥がせばとんだトラブルメーカーだったとは。これ以上関わらなくてよくなってほっとしている自分がいた。それは大変ですね。私正直言ってレイナさんのこと苦手だったのよ。表面ではいつもニコニコしてるけど、腹の底では何考えてるかわからなかったし。それに、あなたの悪口言ってたの聞いちゃったから。奥様が顔をしかめると、私も大きくうなずいた。ええ、私もです。だからやめてもらってすっきりしました。そうよね。よかったらこの後、一緒にお茶でもしない？いろいろとあなたとも話してみたかったのよ。奥様の提案に、私は嬉しくてすぐに、ぜひ、と返事をした。レイナじゃなくたって、友達ならこれからいくらでもできるのだ。私は目の前で笑っている新しい友人を見て、これからの日々が楽しみになった。
ここで両親と同居する。は？何を言ってるの？震えそうになる声を必死に抑える。私が祖父母と一緒に住むために買った家を、あんな義両親に奪われるなんて耐えられない。そう思い、言い返そうとした時、インターホンが鳴った。来た来た。聞きとして玄関に向かう賢也。そして彼が連れてきたのは、例の義両親だった。どうして、二人がここに。あら、賢也から聞いてるでしょ？そう言ってにやりと笑う義母。逆らったら離婚よ。その言葉を聞き、私は怒りで頭が真っ白になった。こんな奴らのために自分を犠牲にするなんて、まっぴらごめんだ。じゃあ、出て行く。そう宣言し、娘を見つめる。すると、ゆいは私の手をしっかり握ってきた。この子を守るためにも、私はその手を握り返す。そして、一緒に私の実家に向かった。それから2週間後、私のスマホに賢也からの鬼電が来る。私はついに来たかと電話に出た。助けてくれ！銀行からの電話が止まらないんだ！私は中島美優、32歳の在宅ワーカーだ。私の両親は私がまだ幼い頃に交通事故で天国に旅立った。お前にはじいちゃんたちがいるからな。それから私は祖父母に育てられた。祖父母はいつだって私のことを気にかけ、時には厳しく、時には優しく包み込んでくれたものである。そんな祖父母が私は大好きで、二人は私の自慢だ。みゆ、あなた将来のことは考えてるの？うん。やっぱり高卒で働くのも手かなって。私は二人の負担にはなりたくないと思い、はじめは高卒で働くつもりだった。バカ言うな。お前には夢があるだろ。その夢を追いかけろ。しかし、そんな私の背を祖父母は押してくれ、私は自分の夢を追いかけるために専門学校に進んだ。その夢は、絵を描く仕事。私は小さい頃から絵を描くのが好きで、それにちなんだ仕事をしたかったのだ。そして私が選んだのはイラストレーター。毎日大好きな絵を描き、それなりに有名なので結構稼いでいた。そんな夢に生きる私には、賢也という夫がいる。みゆちゃんって可愛いよね。俺君に一目惚れしちゃったかも。彼はいわゆるエリート会社員で共通の友人が開いた合コンで出会った。そんな彼から猛アプローチを受けて結婚。可愛い娘も生まれ、私は幸せな家庭を築けている。私は普段から家で仕事をしている。そんな私の仕事を幼いながらも理解しているのか、娘のゆいはいつも違う部屋で静かに遊んでいた。いけない。洗濯物そのままだったわ。私畳んでおいたよ。え？あら、本当だわ。ありがとう。それどころか気づくと洗濯物を畳んだり、できる範囲で掃除をしたりと私の手伝いをしてくれた。そんな娘の趣味は手芸。私の祖母からいろんな手芸を習っており、時々本当に子供が作ったのかというものを作り上げる。ママ、最近寒いからおばあに編み物を教わって膝掛け作ったの。ありがとう、ゆい。あなたは本当にいい子だわ。仕事の時に使わせてもらうわね。笑顔で作ったものを見せてくるゆいが私の癒しだ。一方で賢也の趣味は飲み歩き。時には朝まで飲んでくることもある。せめて連絡をしてくれればいいが、基本的に賢也は連絡をしない。ちょっと、遅くなるときは連絡してって言ったでしょ？うるさいな。
別にいいだろう。ユイがあなたのことを待っているのよ。ケンヤの帰りが遅くなるのは別に構わない。私だけだったらいくらでも待つし、多少遅くなっても仕事に差し支えないように調整ができる。それに仕事のストレスを酒で忘れたいという気持ちだって尊重したい。しかし、ご飯はみんな一緒に食べるものと言って、けなげにお腹の音を鳴らしながら待つユイがかわいそうなのだ。専業主婦のくせに旦那様に文句を言うな。だから私はイラストレーターで専業主婦じゃないって言ってるでしょ。ケンヤは私の仕事を理解していない。これでもケンヤよりも稼いでいるが。お絵かきで金を稼げるわけないだろう。そんな古い考えの持ち主なので、私の言うことなんて全く聞く気がない。私のことを専業主婦だと思い込んでいる。ママはお仕事してるよ。私ママの絵好きだもん。すると、ユイが眠い目をこすりながら話しかけ、それにケンヤが一瞬黙った。ケンヤはユイのことをとても可愛がっている。正直、可愛がっているのなら、早く帰ってくればいいのにと思うが。パパも好き。だから、一緒にご飯食べたいの。ごめん。小さな声で謝罪するケンヤ。それに私も、せめて連絡するように言えば、わかった、と、しっかりと返事をした。これで変わればいいのだな。そう思っていると、ユイが、ケンヤの食べた皿を台所に持っていく。ありがとう、ユイ。あとはお母さんがやっておくから、あなたはもう寝なさい。はーい。でも、ありがとう。ユイは優しくていい子ね。私が褒めると、ユイは少し照れたように笑う。そんな娘を愛しく思い、頭を撫でて、もう一度寝るように言った。そんなことがあった翌日、私が仕事をしていると、インターホンが連打される音に邪魔された。はぁ、またか。私はため息をつき、重い腰を上げて玄関へと向かう。その間にもインターホンは鳴り続け、うんざりとした気持ちになっていた。お待たせしました。ちょっと、遅いじゃない。専業主婦で暇してるんだから、さっさと開けなさいよ。そこにいたのは義母。玄関の扉を開ければ、ずかずかと中に入ってきて、文句を言いながらリビングのソファーにドカッと座り込む。お母さん、今日は一体何のご用で？ケンヤから聞いたわよ。あなた、嫁のくせに旦那様に文句を言ったそうね。どうやらケンヤが早速昨日のことを義母に言ったらしい。こういう時だけ行動が早いケンヤにも、すぐに乗り込んでくる義母にも呆れてしまう。言われなくてもわかると思うが、私と義母は仲が悪い。というより、一人息子を奪った私を義母が毛嫌いしているのだ。義母もまた、私の仕事を理解していない一人で、ケンヤの稼ぎで生活しているくせに、と、私に説教してくる。そのせいで仕事も家事も進まない。このままでは仕事が間に合わない。今夜は徹夜かな、と思っていると、またインターホンが鳴った。お母さん、ちょっと失礼しますね。これ幸いと、一言断って玄関に向かう。こんにちは、みーさん。あら、マサトさん。爽やかな笑顔で立っていたのは、ケンヤの幼馴染であるマサトさんだった。彼とケンヤは保育園から大学まで一緒だったらしく、こうして家にもよく遊びに来る。いつもなら前もって連絡してくれるのに、連絡なしで来たことに驚いていると、彼は紙袋を差し出した。急にごめんね。これ、妹がミユさんにって。彼の妹は
私のイラストのファンらしく、こうして時々差し入れを持ってきてくれる。今回もそんな感じなのだろう。ちなみに彼は交番に勤める警察官だ。おばさん、お久しぶりです。ええ、マサト君、お久しぶり。元気そうね。すると、顔を出していた義母と目が合ったらしい。笑顔で挨拶する彼に対して、少し引きつったように笑う義母。表向きはいい人の皮をかぶっている義母にとって、警官で勘の鋭いマサトさんが来訪するのは厄介だったらしい。ボロが出る前にと、義母はそそくさと帰っていった。実は、おばさんがこの家に向かってるのが見えて、それで念のため来たんだ。マサトさんは義母の本性を見抜いている。そこでパトロール中にこの家に向かう義母を見つけ、嫌な予感がして仕事帰りに持ってこようと思っていた差し入れを急遽取りに戻り、こうして偶然を装って来てくれたというわけだ。本当は勤務中にこんなことをしちゃいけないんだけどさ。じゃあパトロールに戻るよ。あ、妹が君に仕事を任せたいって。もちろん喜んで。そう言って彼は敬礼しすぐに出ていく。しかしすぐに足を止めて私に振り返った。おじさんにも十分気をつけて。ええ、もちろん。義父は真面目に仕事をしていて、時には義母を止めてくれる。しかし、はっきり言って、義父はスケベだ。義実家に泊まりに行くと、何度か私がいる時に風呂場に来たり、ゆいがまだ赤ちゃんだった頃に授乳を覗きに来たりと、あくまで偶然を装っているが、下心がバレバレなのだ。何かあったらすぐに言って。俺に言いづらかったら、妹でもいいから。ありがとう、マサトさん。ケンヤなんかよりもよっぽど頼りになる。そんなことを思いながらパトロールに向かう彼を見送った。それから私はケンヤや義実家にストレスをかけられながらも、ユイに癒されて仕事に励む日々。そして、ついに目標金額に達した。ねえ、ケンヤ、あの話を進めたいと思うの。あの話？ああ、家のことか。実は以前から80歳を超えた祖父母と同居するための家を購入したいと考えていた。今私たちが住んでいるのは、ケンヤが勤める会社の近くにあるマンション。まだ幼い娘と3人で暮らすなら十分な間取りだが、そこに祖父母が加われば一気に手狭になる。とはいえ、実家はケンヤの家から離れているので通勤に時間がかかってしまう。そのため、私が自分で貯金して購入するからと、ケンヤに提案していたのだ。確かに、年取ると心配だしな。お前の金から出すなら構わないぞ。そう言ってケンヤも賛成してくれている。そして、今回も目標金額に達したので、ケンヤに報告して許可をもらう。それから仕事の合間に新築を探す日々を送ることに。ケンヤ、いい物件を見つけたの。ここなんだけど。へえ、いいじゃん。そして、ついに条件に合う新築を購入。ユイも、オーバーとオージーと住める、と楽しみにしており、私だけの仕事部屋があることに、私もウキウキしていた。そして、引き渡し当日。本当、いい家ね。何これ。娘と一緒にワクワクしながら家に入ると、まず視界に入ったのは身に覚えのない大量の段ボール。それに戸惑っていると、ケンヤがさっさと中に入れと私たちの背中を押す。おお、広くていいじゃん。ちょっとケンヤ、あの荷物は何？ああ、あれは俺の両親のものだよ。さっさと家の中に入って物色するケンヤに問いかければ、そんな言葉が返ってきた。
そんな言葉に呆然としていると、ケンヤはにやりと笑う。俺が働いた金を貯金したんだろ？その金で買ったんだから、俺の家みたいなもんだろ。だから誰と住むかは俺が決める。私は、ケンヤが何を言っているのか理解できずにいた。ここで両親と同居する。は？何を言っているの？震えそうになる声を必死に抑える。私が祖父母と一緒に住むために買った家を、あんな義両親に奪われるなんて耐えられない。そう思い、言い返そうとしたとき、インターホンが鳴った。来た来た。危機として玄関に向かうケンヤ。そして彼が連れてきたのは、例の義両親だった。どうして、二人がここに？あら、ケンヤから聞いてるでしょ？そう言ってにやりと笑う義母。逆らったら離婚よ。その言葉を聞き、私は怒りで頭が真っ白になった。こんな奴らのために自分を犠牲にするなんてまっぴらごめんだ。じゃあ、出て行く。そう宣言し、娘を見つめる。すると、ユイは私の手をしっかり握ってきた。この子を守るためにも、私はその手を握り返す。そして、一緒に私の実家に向かった。おい、ユイは置いていけよ。いや、私はママと行く。ママをいじめるバーバたちと一緒にいたくない。その言葉に、ケンヤはユイに伸ばしかけていた手を止める。離婚届は私の実家に送っておいて。そう告げ、私たちは歩き出した。それから間もなく、私とケンヤの離婚が成立した。養育費を請求しない代わりに財産分与はなし。そのため、新築購入のお金は、そのまま私たちの今後生活するための資金に。それから2週間後、私のスマホにケンヤからの鬼電が来る。私はついに来たか、と電話に出た。助けてくれ！銀行からの電話が止まらないんだ！出るとほぼ同時に叫ぶように言ってきたケンヤ。それに笑いをこらえながら話に付き合ってやることにした。毎日毎日大変なんだ。当然でしょ？ローンだと30万なんだし。え？そう。あの家のローンは30万。実を言うと、私はイラストレーターの中でも売れっ子と呼ばれる部類のイラストレーターだ。毎日のように案件の依頼があり、その度に数万単位の報酬を得ている。その上、学生時代から仕事をしていたので、貯金は十分あった。だから、私は一括購入するつもりだったが。なんか、おじさんたちが変な動きを見せてる。お金を払うのは待った方がいい。マサトさんからそんな連絡が来たのだ。そこで、夫婦共通口座を振込口座にし、それに適時お金を入れる予定だった。その口座の名義はケンヤだったが、彼は会社員だったこともあって、ローンは無事通過。しかし、いくらケンヤがエリート会社員とはいえ、まだ役職はない。30万は相当の痛手だろう。毎日のように飲み歩いていた彼に貯金があるとも思えないし。そんな、それじゃあ生活なんてできない。それは大変ね。冷たい声でそう返せば、向こうが驚いたような声を出す。なんで他人事なんだよ。だってもう他人でしょ。そもそもこの家を買うと決めたのはお前だろ。賛成したのはケンヤである。それにここまで高くなったのはケンヤのせいでもあるのだ。私の新築探しを手伝わなかったくせに、会社の近くがいい、俺も書斎が欲しい、日当たりのいい広い部屋が欲しい、と注文をつけてきた。そういった条件をクリアできる家だからこそ、それなりの値段になったというわけである。
そもそも勝手に同居を決めて追い出したのは誰かしら。だけど、というか、例の貯金はどうした？あれは俺の金で。だから、私はイラストレーターとして稼いでいるの。あなたなんかよりよっぽどね。それにこの貯金には、独身時代からのお金も入ってるし、財産分与の放棄に同意したのはそっち。そう言い返すと、ケンヤは、でも、だって、と何か言っている。今時在宅ワークなんて珍しくもないというのに、どうして信じられないのか。とにかく、今さら私を頼らないでくれる？それと、私はあなたと違って忙しいの。私のイラストを待ってくれている人がたくさんいるんだから。そう言って電話を切る。その後もケンヤから電話が来るが、無視した。ミユ、大きな声を出してどうしたの？思わずため息をつくと、祖母がお茶を持ってきてくれる。私は祖母にケンヤとのやりとりを話した。とんだ根性なしだな。払えんからと別れた妻に頼ろうとするなど。すると話を聞いていたらしい祖父が憤慨する。そんな祖父に苦笑しながらある提案をした。ねえ、この家をリフォームしてもいい？購入代金丸々浮いたからさ。あ、好きにしろ。いずれこの家も土地もお前のもんになるんだからな。ええ、そうよ。あなたとゆいちゃんが住みやすいようにして。二人はあっさりと承諾。そして私は貯金をリフォーム代金に充てることにした。住み慣れた家をさらに住みやすい家に変える。私はまたワクワクし始め、そんな私にゆいも面白そうに笑った。それからしばらくした頃、マサトさんから連絡が来る。あの、離婚したと聞きました。それで大丈夫かなと思って。どうやら心配してくれたらしく、私は事の顛末を報告すると、彼は少し考えるように黙った。ということは今はフリーなんですよね？え？うん、まあ。あの、直接お会いしたいんですが、都合はつきますか？マサトさんの言葉に、私は仕事を調整して彼と会うことにした。俺、前からミユさんのことが好きでした。すると、マサトさんからまさかの告白を受けた。私が驚いて目を丸くしていると、彼はそのまま話を続ける。実は、ケンヤに紹介された時に、ミユさんに一目惚れしていました。しかし、その時点で二人は婚約関係にあったし、この思いは墓場まで持っていくつもりでした。せめて、あなたの近くで、仕事の一環として、守ろうと思っていました。しかし、今回、私たちは離婚した。そのため、こうやって自分の思いを話してくれたらしい。ごめんなさい。さすがに急すぎて。そうですよね。いきなりこんなことを言われてしまえば混乱しますよね。ええ。私にはユイがいます。だから、そう簡単にはうなずけません。少し考える時間をください。もちろんです。ということで、一旦保留することに。それからマサトさんは、わざわざ祖父母の許可を得て、私にアプローチを開始した。ケンヤには言われなかった甘い言葉を爽やかな笑顔で言われ、私も思わず照れてしまう。何かお困りごとがあれば言ってください。それに、俺よくパトロールするので結構詳しいんですよ。銭湯とか格安のホテルとか。実家をリフォームしている間、彼はいろいろと気にかけてくれた。何より彼は私の仕事に理解がある。義母のように邪魔をせず、私が仕事中だと知ると静かにユイの相手をしてくれ、祖父母の手伝いをしてくれる彼にユイも懐いている様子だ。
実家に来てから今まで以上に幸せを感じていた頃。ミユ、やっと会えた。ケンヤが現れる。私は基本的に仕事の関係で家の中にいることが多く、たとえ彼が来ても祖父母が追い返してくれるので、ケンヤの接触がない環境にすっかり油断していた。やっぱりお前がいないとダメだ。お前がいなくなってから俺たち不運ばかりで。そしてケンヤは聞いてもいないのに事情を話そうとしてくる。それを無視してさっさと立ち去ろうとすると。この、無視すんな！彼が手を出そうとしてきた。しかし振り上げられた拳は私に当たる前に止められる。いい加減にしろ。え、マサト？なんでお前が？彼の腕を掴んだのはマサトさんだった。そもそも今日はマサトさんと会うために外出したところ、ケンヤに遭遇したのだ。女性に手を出すとか、見損なった。なんでお前がここに？二度と彼女に近づくな。そう言ってマサトさんはケンヤを追い払ってくれる。その頼もしい姿に私は見とれていた。ありがとう。いえ、無事でよかった。私の言葉に照れたように笑うマサトさん。そんな彼に私も惹かれていた。それから私たちは本格的なお付き合いを始めることに。彼との幸せな日々に私は心の底から笑うことができていた。ケンヤが接触してすぐ、久々に義母から連絡が来た。その連絡で最近のバタバタですっかり忘れていたことを思い出す。ちょっとダメよめ。いつまでも拗ねてないで帰ってきて、ケンヤを助けなさい。何言ってるんですか？もう嫁じゃないですよ。でも、おかげでお母さんに慰謝料を請求するのを思い出しましたよ。え？実は、今まで義母から言われていた暴言を、マサトさんのアドバイスで、しっかり記録に残していた。それをもとに、義母への慰謝料を請求するつもりだったのを忘れていたのである。というわけで、しっかりと請求させてもらいますね。ちょっと待って。義母の言葉を無視して電話を切る。そして、証拠を持って、弁護士のもとに向かった。結果、慰謝料を取ることに成功。そのタイミングでマサトさんと婚約し、私たちはユイを含めて3人で食事に出かけた。ミユ、ユイ！そんな家族団らんの時間をまたケンヤが邪魔をする。私がユイを抱きしめ、そんな私たちをかばうマサトさんの姿に、ケンヤは戸惑ったような表情を向けてきた。彼女はすでに俺と婚約している。だから、もし手出しするなら、絶対に許さない。マサトが、ミユと？そんな、嘘だろ。嘘じゃないわ。私は彼を選んだ。だから、あなたと復縁することはないわ。私たちの言葉に、明らかに動揺するケンヤ。すると、ユイが一歩、ケンヤへと近づいた。ユイ、お前はパパの味方だよな。パパと一緒に暮らしたいよな。うん。だって、私パパのこと嫌いだもん。ママをいじめるパパは嫌い。ママのお仕事してるの、私でもわかるのに、パパはお遊びだって言ってた。だけど、新しいパパはママのお仕事の邪魔をしないようにして、私のことも可愛がってくれる。だから、新しいパパの方がいい。ユイの言葉に崩れ落ちるケンヤ。可愛がっていた娘に拒絶され、心が折れたのだろう。そんな彼を無視して、私たちは歩き出す。食事を終えて戻ってきた時にはいなくなっていたので、やっと諦めたのだろう。それから数日後、リフォームが完了し、マサトさんとの同棲も始まった。立派な家になり、心を弾ませている。何より祖父母もユイも楽しそうに笑っている姿を見れて、
本当に嬉しかったものだ。ママ、ビーズで絵を描いたの。これ飾ってもいい？ええ、もちろん。ゆいはすごい器用だな。俺不器用だからこんなのできないな。マサトに褒められて自慢げに笑うゆい。そんな姿に私たちも微笑んだ。そんな幸せな私たちとは違い、ケンヤの方は大変なことになっているらしい。ケンヤは私とユイに振られたことにショックを受け、ミスを連発。最終的に取り返しのつかないミスをして解雇されたと共通の知人から教えてもらった。ケンヤが解雇されたことで、ただでさえローンのせいでギリギリだった義実家はピンチに陥る。全員が働きに出てもいるようだが、30万などそう簡単には稼げない。どんどん余裕がなくなり、新築はあっという間にゴミ屋敷と化したと義妹から聞かされた。順調に行けば課長になれたのに、残念だったわね。まあ、ケンヤみたいな奴はいずれボロが出て今と同じ目に遭ってたさ。結末を聞いて私たちはそんなことを話した。それから間もなく私たちは結婚、そして第二子を妊娠した。ママ、赤ちゃんのお洋服作りたい。お洋服はゆいちゃんにはまだ大変かもね。おばあと一緒によだれかけでも作ろうか。うん。ゆいも張り切って手芸に勤しんでいる。そんなゆいをマサトが愛おしそうに見ていた。なんだかとても幸せだわ。それならよかった。その光景に私も嬉しく感じていた。そんな光景にもう一人加わる日を私たちは心待ちにしている。無理です、お父さん、それはできません。舞子さんが発した言葉に私は足を止めた。確かに今お父さんと聞こえた。舞子さんの実のご両親はすでに他界しているとなると、電話の相手は俊介なのか。まさか俊介は出張中だ。出張先からわざわざ舞子さんに連絡するとは思えない。だがその後も舞子さんがお父さんだからそれはと会話している声が聞こえた。そして次に聞こえてきた声に私は呆然とした。あいつの薬をあれと入れ替えろ。たった一言しか聞こえなかったが、それは確かに俊介の声だった。すみません、お母さん、実は。翌日、舞子さんからある告白をされた私は、衝撃を受けると同時に決意した。何としても舞子さんを守ろう。そして、俊介さん、あなただけは絶対に許さない。私は加藤明美、55歳の専業主婦だ。先日、一人息子である渡るが結婚し、ほっと安堵したところである。渡るはとっくの昔に就職し、家を出て自立していたが、今回の結婚という区切りで、やっと肩の荷が下りた思いだ。同い年の夫、俊介とも、これからは自分たちの老後を考えなきゃいけないね、なんて笑い合っていた。渡るはもともと、うちから車で5分ほどのところにあるアパートで一人暮らしをしていた。間取りはワンルームだ。そのため、長男夫婦は結婚後、もっと広い間取りのアパートに引っ越した。今度のアパートはうちにさらに近く、徒歩で10分ほどの距離だった。俊介と渡るは近いと安心だなと言っていたが、私は少し不安になった。家が近いとその分、距離を詰めすぎないように注意が必要だ。私はかつて友人からある忠告をもらっていた。私は四捨五入すれば60歳になる。この年齢にもなると、同年代の友人のほとんどは、私と同じように姑という立場になっていた。そして、そんな彼女たちから私は、
様々な有益情報をもらっていたのだ。その中で最も驚いたのが嫁についてのものだった。誰にだって裏表はあるものよ。表で笑っているからといって嫁が楽しんでるとは限らないわ。友人は真剣な顔で言った。要するに嫁の表面上の顔だけを見て油断するなということである。歪んだ考えかもしれない。わざわざ笑顔の嫁の心の内を疑うなんて誰だってしたくはないだろう。だが友人の言うことには説得力があった。実際この友人は嫁と仲が良く頻繁に会っていた。本当の娘みたいなのと口癖のように言っていた。ところが後々になって嫁の方が無理して会わせていたことが発覚。ある日溜め込んでいた不満が突然爆発し、嫁は発狂した。あわや絶縁というところだったが、どうにか落ち着いたそうだ。なんだかんだ言っても他人だからね。やっぱり程よい距離感が大事よ。身に染みたわ。疲れたようにため息をつく友人の表情と、その寂しそうな声は今でも覚えている。渡ると結婚してくれた嫁の舞子さんはとてもいい子だ。いつもニコニコしていて聞き上手で本当に可愛らしい。こんないい子がよく渡るの嫁になってくれたものだと不思議に思ったくらいだ。引っ越し後、私と俊介がアパートに顔を出した時にも舞子さんは笑顔で出迎えてくれた。さらにいつでも来てくださいねなんて言葉も添えてくれる。その言葉や笑顔に嘘はないと思いたい。だが、すべてを言葉通りに受け取り、甘えるのは危険だ。嫁と姑が仲良くするためには、それくらいの気遣いが必要なのだ。そんな風に注意することで、私たちは良好な関係を築いていた。会うのは基本的に長男夫婦から声をかけられた時のみ。連絡も用事がない限りはこちらからはしないようにと努めた。少し寂しい気もするが、おかげさまで何の問題もなく過ごせていた。ところがある日、遊びに来ていた長男夫婦から私たちは驚きの頼み事をされた。え？今、なんて？聞き返す私に、渡はもう一度先ほどと同じ言葉を繰り返した。だからね、俺の海外赴任が決まったから、舞子をここに住ませてほしいんだよ。渡は仕事上、これまでも海外への出張は何度かあった。だが、赴任は初めてだった。詳しく聞けば、赴任期間は最短で2年ほどらしい。さらに、そこから伸びる可能性もあるそうだ。二年だなんて、夫婦がそんなに離れてて大丈夫なの？舞子さんも一緒に行った方がいいんじゃ。舞子も仕事してるしさ、海外に行ったら俺は忙しくて構えないだろう。見知らぬ土地で一人でいるよりは、母さんたちと暮らす方が安心なんだよね。な、舞子。渡が同意を求めると、舞子さんは笑顔でうなずいた。そう。私たちは構わない。長男夫婦の力になれるのなら、それは喜ばしいことだ。だが、舞子さんは本当にそれを望んでいるのだろうか。義両親である私たちと暮らすよりは、たとえ海外だとしても、渡るについて行った方が気楽なのではないだろうか。こういう時、舞子さんのご両親がいれば、そちらを頼れたかもしれないが、舞子さんのご両親は、すでに二人とも他界していた。あ、でも、そのまま一人暮らしすればいいじゃない？アパートは近いんだし、もちろん何かあった時には喜んで力になるわよ。何もわざわざ同居しなくても、その方が舞子さんにとっていいのではないか。そう思った私は長男夫婦に提案した。だが、なぜか舞子さんは即座に、それはダメなんです。断言した。ダメって？いえ、その。口ごもる舞子さん。すると、
すぐに渡るが代弁した。舞子は昔のトラウマがあって一人暮らしはできないんだよ。舞子さんはコクコクとうなずく。そうなの？まあそうとは知らずにごめんなさいね。いえ。それなら同居しか選択肢がないのかもしれない。その時ずっと黙って見守っていた俊介が静かに口を開いた。そういうことならうちに住むといい。遠慮することはない。舞子さんはもううちの娘なんだから。俊介は長男夫婦に向かって笑いかけると、それにと付け足した。私も仕事で夜遅くなることが多いからね。明美も一人で過ごすより舞子さんがいてくれた方がいいだろう。俊介の言う通り、俊介の仕事は朝はさほど早くないが、夜は終電ギリギリで帰宅することも多い。そんな時に一人じゃないというのは心強い。そうね、舞子さんが良ければぜひ一緒に仲良くやりましょう。ついつい構えてしまったが、俊介が今言ったように同居にはメリットもあるのだ。デメリットばかりではない。それに専業主婦の私と違い、舞子さんには仕事がある。四六時中ずっと一緒ではない。それならうまくやっていけるかもしれない。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ。こうして舞子さんは我が家で同居することになった。同居前は不安だったが、舞子さんはやはりいい子だった。お母さん、おはようございます。朝ごはん、よかったらご一緒にいかがですか？朝起きるとテーブルの上には美味しそうな卵焼きとウインナー、そして湯気の出た味噌汁が置かれていた。まあ、ありがとう。誰かに作ってもらえるなんてことなかったから、すごく嬉しい。でも大変だったでしょう。いえ、自分のを作るついでなので、お口に合うといいんですけど。いただきます。美味しいわ。よかった。舞子さんは仕事があるため、主な家事は私が受け負った。だが、舞子さんは決して全てを私に押し付けることはしなかった。むしろこちらが恐縮するくらい積極的に家事を手伝ってくれた。渡るったら本当に人を見る目があるのね。舞子さんみたいな素敵な人と結婚できたなんて、あの子は幸せ者だわ。俊介に同意を求めると、俊介も確かにと笑ってうなずいた。何の問題もないと思えた同居生活。ところが同居して1ヶ月が過ぎた頃、舞子さんに異変が見られた。相変わらず仕事の合間に家事はしてくれるのだが、やけに部屋にこもるようになってしまったのだ。ご飯を食べるとすぐに自室へと向かい、朝まで出てこない。朝も以前なら一緒に朝食をとっていたのに、私たちが起きる前にさっさと仕事に出るようになった。何か嫌われることでもしちゃったのかしら。寂しいわ。夜遅くに帰宅した俊介に私はついつい吐き出した。お前の考えすぎじゃないのか。それに舞子さんにだって一人になりたい時はあるだろう。それはそうなんだけど、なんか避けられてる気がしてね。義両親である私たちと同居してるのだ。舞子さんはきっと毎日気を使ってくれているはず。ひょっとしてそんな日々に疲れてしまったのだろうか。考え込んでいると俊介はポンポンと私の肩を叩いた。まあまあ、あまり神経質にならないことだよ。体にも悪いぞ。また倒れたりしないでくれよ。私は以前脳梗塞で倒れて運ばれたことがある。俊介はそのことを思い出したのか、心配そうに私の背中を撫でた。大丈夫よ、今はちゃんと薬を飲んでるんだから。でもそうね、考えすぎるのはやめとこうかしらね。その後舞子さんはさらに
露骨に私を避けるようになったが、私はなるべく気にしないようにした。平日はまだいいが、休日はきつかった。休日になると、俊介は一人で出かけてしまう。そのため、私は舞子さんと二人で出かけることが多かった。出かけなくても、家でおやつを食べながら話したり、一緒の時間を過ごしていた。だが、この頃の舞子さんは、私が誘っても拒否するようになっていた。さらに、よほど嫌だったのか、舞子さんは休日のたびに家を出るようになってしまった。今からお出かけ？ちょうど玄関に向かう舞子さんと廊下で出会わした私は軽い気持ちで聞いた。すると舞子さんは眉間にシワを寄せていった。お母さんには関係ないことです。ほっといてください。言い捨てるようにして足早に家を出ていく舞子さん。あからさまに拒絶されたのが分かった。最初の頃は仲良くできていた分、私は想像以上にショックだった。それ以来、私はなんとなく自分からも舞子さんを避けるようになった。わたるが海外から戻るまで、私たちはこのままなのだろうか。今からでも同居を解消した方がお互いのためではないか。俊介に相談したかったが、そういう日に限っていない。俊介は二週間の出張に出ていた。休日が来ると苦痛だった私は、なるべく外に出かけるようにした。舞子さんと顔を合わせるのが嫌だったのだ。その日の休日も、私は買い物に出かけていた。帰宅すると、和室の方から舞子さんの声が聞こえた。何やら誰かと話しているようだ。舞子さんが私に黙ってお客様を呼ぶはずないから電話でもしているのだろうか。ただいま、と私は声をかけ和室の方へ近づいた。そっと襖を開けようとしたところで舞子さんが電話していることに気づく。やっぱり電話中だったのね。納得した私は電話の邪魔をしてはいけないと思い、その場を離れようとした。その時だった。舞子さんが声を荒げた。無理です、お父さん。それはできません。舞子さんが発した言葉に、私は足を止めた。確かに今、お父さんと聞こえた。舞子さんの実のご両親は、すでに他界している。ということは、電話の相手は俊介なのか。まさか、俊介は出張中だ。出張先からわざわざ舞子さんに連絡するとは思えない。だが、その後も舞子さんが、お父さん、だからそれは、と会話している声が聞こえた。なんだか無性に胸が騒ぐ。私はもう一度舞子さんがいる和室の方に近づき、そっと耳を澄ました。舞子さんの声は聞こえるが、電話の相手の声は聞こえない。これでは俊介だと判断することもできないし、会話の内容もわからない。もどかしく思いつつ、去ることも、割って入ることもできない。私はただ、立ち尽くしていた。一方、電話中の舞子さんは、なんだか困っている様子だった。何度も、だから無理です、と同じことを告げている。俊介が何かお願いしているのだろうか。助けた方がいいのかもしれない。でも、盗み聞きしていたことがバレたらどうしよう。私と舞子さんとの関係がさらに悪化する可能性がある。現時点でもただでさえ険悪なのに、それは悲しい。一人で悶々としていると、不意に舞子さんが苦しそうに叫んだ。それとほぼ同時に、ごとっと何かが落ちる音がした。それから間もなく、俊介の低い声が部屋に響いた。あいつの薬をあれと入れ替えろ。おそらく舞子さんがスマホを落とし、その弾みでマイクフリー状態になったのだろう。舞子さんがすぐにスマホを拾って切り替えたのか、俊介の声は消え、また舞子さんの声だけが聞こえてきた。
ほどなくして、わかりましたと言って、舞子さんは黙り込んだ。電話を終えたのだろう。私は深呼吸して、一旦玄関の方にそっと戻った。そして、もう一度深呼吸すると、平静を装って、ただいま、と舞子さんに声をかけた。あ、お帰りなさい。舞子さんは和室から出てきたが、その顔はどこか緊張していた。そんな舞子さんに、私が電話のことを問いただせるわけがない。舞子さんは、こわばった表情のまま、自室へと戻っていった。俊介となぜ電話をしていたのか、途中聞こえてしまった、あいつとは誰のことなのか。何よりも、薬とあれを入れ替えろ。この物騒な言葉が、とても頭に残っていた。舞子さんに聞いてみようかと何度も思ったが、私にその勇気はなく、どうしても聞くことはできなかった。俊介と舞子さんはこれまでも私に隠れて連絡を取っていたのだろう。あの時の俊介の口調は日頃のものとはあまりにもかけ離れていた。あんな命令口調、舞子さんに対してどころか私にだってしない。もし、舞子さんが私を裏切るようなことをしていたらどうしよう。反対に、もし俊介が舞子さんを脅していたらどうする。もやもやが消えず、私はその日、眠ることができなかった。翌日、私の頭はぼーっとしていた。寝不足のためか、目がすごく重たい。その目をこすりながら、台所で水を飲んでいると、舞子さんが起きてきた。おはよう、舞子さん。寝不足のためか、私の声は枯れていた。だが、そんな私の声以上に、舞子さんの声は元気がなく、かすれていた。おはようございます、とうつむいたままで、あまりにも小さく漏らした舞子さん。元気がないわね。どうしたの？もしかして、昨日の電話と何か関係があるのだろうか。心配になった私は、舞子さんの顔を覗き込んで、驚いた。いつもならパッチリ二重の舞子さんの目はパンパンに腫れて、重たそうな一重になっていた。また、頬は涙で濡れており、今この瞬間もハラハラと目から涙が溢れている。舞子さん、どうしたの？大丈夫？思わず舞子さんの手を取ると、舞子さんは私の手をぎゅっと握り返した。すみません、お母さん。実は。そのまま、舞子さんは泣きながら、私にあることを説明してくれた。それはとても信じがたく、とてもショックな内容だった。あまりの衝撃に、すべてを聞き終えた後の私は、なんて反応していいかわからなかった。舞子さんから聞いた突然の告白に、ただただ、頭の中が真っ白になっていた。呆然とする私の前で、舞子さんはハラハラとまた涙を流す。ごめんなさい、お母さん、ごめんなさい。何度も何度も謝罪の言葉を口にする舞子さん。私はハッとして舞子さんを抱きしめた。何を言ってるの？悪いのは全て俊介さんじゃない。そう言ってなだめるが、舞子さんの涙は止まらない。あまりにも泣くものだから、おえつが混じり、しゃくり上げている。少しでも落ち着けばと、私はひたすらその背中を撫でた。ごめんなさい。私のせいで、黙ってて、ごめんなさい。舞子さんのせいじゃないわ。誰にだって言えないことはあるもの。それに、わたるはそれで納得してるのだから、夫婦のことに私や俊介さんが口を出すべきじゃないのよ。こうして改めて口に出してみると、だんだんと頭が冷静になってきた。それにつれて、ふつふつと俊介への怒りが湧いてくる。俊介と結婚して、
今年で何年になるだろうか。喧嘩だってしたし、別れ話をしたことだってある。だが少なくとも私は、この先の人生を、俊介とこのまま添い遂げるつもりでいた。それなのに、まさか俊介が裏であんなことを考えていたなんて、思いもしなかった。しばらくすると、舞子さんも落ち着いたようなので、私たちは今後について話し合うことに。まずは俊介が出張から帰ってくる前に、渡るに連絡するべきだ。舞子さんは仕事の邪魔をしたくないと気が進まないようだが、それは違う。あの子は仕事よりあなたの方が大切なはずよ。舞子さんがこんなに思い悩んでたことを後から知ったら、渡はどんな気持ちになるかしら。そう言うと、舞子さんは黙って承諾してくれた。そして、いざ渡に連絡したものの、電話は通じなかった。仕事が忙しいのか、それとも寝ているのか、わからない。とりあえず、代わりのメールを送ることにした。今回の出来事を簡単に、要点だけまとめて記し、時間ができたらこちらに電話するように、と添えて、送信した。二日後、俊介が出張から帰宅した。ああ、疲れた、疲れた。俊介は繰り返し言うと、カバンと上着を私の方へとよこす。私はそれを受け取りながら、お疲れ様、と思ってもないことを口にした。俊介はリビングに入ると、キョロキョロと周りを見渡した。あら、どうかしたの？私が聞くと俊介は、舞子さんはどこかなと思って、と、また周囲を見渡す。ああ、今ちょっと買い物を頼んでてね。出かけてるのよ。何か用でもあったの？にっこりと笑って言えば、俊介は、いや別に、と目をそらした。お風呂、沸いてますよ、と告げると、俊介は、ああ、とだけ言って、風呂場に向かって行った。私はその間に、用意していたものをテーブルの上に並べる。今からこれを俊介に突きつけると思うと、複雑な思いだ。俊介と結婚して数十年になる。本当なら、こんな紙切れ、使いたくはなかった。だが、あんな事実を知ってしまえば、もうこの人と添い遂げる気にはなれない。ああ、いい湯だった。風呂から上がった俊介は満足げな顔をしていた。そのまま首にタオルをかけた状態でテーブルにつく。普段ならここで用意されたビールをぐっと飲み干す。それなのに、あるはずのビールがないものだから、俊介は怪訝そうに目を細めて私を見た。おい、ビールは？今日はないわ。それより、こっちを見て。私に促された俊介は、テーブルの上に用意された紙を見て、目を丸くした。なんだこれは？俊介は視線をテーブルの上に向けたまま、ブルブルと体を震わせている。私はキュッと拳を握り、きっぱりと言い放った。離婚届です。別れてください。は？俊介は視線の先を離婚届から私へと変えた。離婚？なんでだ？俊介の声と表情からは、戸惑いよりも怒りが含まれている気がした。どうしてこの俺がお前なんかから離婚を告げられるんだ。そんな声が聞こえてきそうだ。だって、したかったんでしょ？離婚。俊介はビクッと肩を揺らす。いや、俺はそんな、その。もごもごと歯切れの悪い物言いだ。私はつい吹き出してしまった。何がおかしい？だって、あなたがあまりにも動揺するものだから。ああ、そうね。あなたは離婚したかったんじゃなくて、再婚したかったのよね。俊介は黙ったまま、目を右に左へと動かしている。
そんな、俺は、全部知ってますよ。私の言葉に、俊介の顔がさーっと青くなる。全部って。あなたが他の女性と浮気していたこと、その女性と一緒になるために、私の薬に細工しようとしていたこと、そして何より許せないのが、舞子さんを脅していたことよ。俊介は青ざめたまま、今度はだらだらと汗を流し始めた。その顔で、違う、違うんだ、と言い訳を繰り返す。何を言っても無駄よ。全部舞子さんから聞きました。舞子、あの野郎！舞子さんには結婚前から借金があった。そのことについて、渡ると電話していた時に、俊介に知られてしまったらしい。一人暮らしができないのは、家賃を返済に回したいからだった。お金がないと知った俊介は、舞子さんより優位に立ったつもりだったのだろう。私の知らないところで、舞子さんに雑用をさせたり、駒遣いのように接していたようだ。追い出されたら困る舞子さんは、俊介に逆らえなかった。舞子さんは、そんな俊介から解放されるために、休日のたびに俊介を見張っていたらしい。その時に、俊介の浮気現場を見たそうだ。それを俊介に問い詰めると、悲しむのは明美だぞ、と開き直ったという。そして俊介は、どうせ知られたならと開き直り、舞子さんに薬への細工を命じた。私のことが邪魔だから、消そうと思ったのね。そう。恐ろしいことに、俊介が電話で言っていたあいつとは、私のことだったのだ。以前脳梗塞になったことがある私は、毎日欠かさず飲んでいる薬があった。いわゆる血液をサラサラにする薬だ。私の場合、この薬を飲まなければ、血栓ができやすく、運が悪ければ命を落とす危険もある。あろうことか、俊介はその薬を、他の薬と入れ替えようとしていた。よりによって、ビタミン剤と入れ替えようとしてたんだってね。普通の人にとってはただのサプリでも、私にとっては毒薬だ。ビタミンの種類によっては止血作用があるため、血栓のリスクが増してしまう。つまり、俊介は私の命を狙っていたのだ。とにかく、あなたとはもう一緒にいられません。離婚してください。慰謝料については、後ほど弁護士を通してお話ししましょう。俊介はもどかしそうにこちらを睨みつけると、舞子さんへと視線を変えた。舞子、お前こんなことしやがって、わかってるんだろうな。舞子さんは一瞬怯えた表情を見せたが、私が手を握ると、俊介を睨み返した。わかってます。もう大丈夫です。私にはお母さんがいますから。なんだと、調子に乗りやがって。俊介の目は血走っており、今にもこちらに飛びかかりそうだった。だが、次の瞬間、玄関からバタバタと音がしたかと思うと、息を切らした渡が現れた。大丈夫。渡は舞子さんをかばうように、俊介の前に立つ。渡る、お前、なんで？母さんから連絡をもらって、急いで帰国したんだよ。父さん、見損なったよ。舞子の借金のことを盾にとって、なんてことを。俊介は、おろおろしながらその場に膝をついた。最初は、ただ弱みを握って別れようと思ったんだ。でも、金が必要になって。どっちにしろ最低ね。もう顔も見たくないわ。さっさと出てって。待ってくれ、明美。いいのか、そんなことを言って。お前は専業主婦で収入もないんだぞ。生活ができなくなるぞ。ご心配なく、あなたから慰謝料としてもらうから大丈夫よ。そもそも、この家は私が両親から継いだ家だっていうのに、偉そうにしてんじゃないわよ。俊介はまだ偉そうに何か言っていたが、
警察を呼ぶと告げるとトボトボ出て行った。その後、私と俊介は離婚した。俊介は浮気相手にこっそり貢いでいたようで、貯金はいくらか使い込まれていた。お金が必要な理由が分かった気がする。私は慰謝料代わりに残りの貯金をすべてもらうことにした。今後の俊介の人生は定年間近で貯金ゼロ、息子からは絶縁宣言となかなかのハードモードだ。そんな人生に浮気相手が付き合ってくれるのかは疑問だが、もはやどうでもいい。渡はすべての話がついた翌日、名残惜しそうに仕事に戻っていった。私と舞子さんは今も二人で暮らしている。舞子さんの借金は私が俊介から取った慰謝料で返済した。長男夫婦は自分たちで返そうとしていたが、利子を考えるともったいない。どうせ俊介から取ったお金なのだから、さっさと使ってしまいたかったのだ。定期的に行われる嫁と姑の女子会が今は一番の楽しみだ。これからも渡が帰国するまで二人で仲良くやっていきたい。